めちゃあったか。ちょっと下からアングルなんやけど無理普通に。何がもっと下ないでこの体勢が一番楽やね。トゥ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 ルルル。何か分かった？なんで分かったん？すごい。タウトタウトです。いやな無理こうなる。無理やわ。昨日みたいにやる。どうやってやっとったっけ昨日。斜めやけど許してください。今日のご飯はそう寒いからクラムチャウダーにした。じゃーん。あ見えへん。クラムチャ。クラムチャです。クラムチャ。お腹減った。今日もオムライスおにぎり1個しか食ってない朝からご飯美味しいのそれ。クラムチャウダおにぎり、オムライスおにぎり美味しいで、美味しい美味しいけど、袋に温めるやつみたいな書かれとけど温められへんやん、新幹線やから、うん、そう今日牛じゃなくて羊だね。何の顔でしょ。え、あれさ、バツマルくんの顔した。みんな見てね。ちゃん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 見て、クラムチャウダー熱そう。オムライスおにぎり食べたことない。エレナもな、一昨日初めて食べた。で、一昨日食べて美味しかったから、今日の朝ごはん、あ、間違った、昨日や、昨日の朝ごはんに食べて美味しかったから、まだやってるの？まだやってないです。食べて、あと？いや、充電がちょっと待ってる。あ、そういうこと。え、貸そうか？うん。え、似てたやろ。え、個人的にめっちゃ似とったんやけど。うん、うまっ。話してるのかとやって、一人で話しようかと思っとったらしい。ファンの人。じゃあなんかココミンでーす。最近仲良い。うん。ちょっと仲いいけどな。うん。仲いいけど。何？なんなん？なんなん？ココミン2時2時です。ココミン2時2時です。今日マジ寒かったよな。え、そう？え、そんなかった？そうやん、昨日が寒すぎてさ。うん、え、外ちゃうで今日。あ、室内？室内。まあ、寒すぎた。弱かったよな。でもうちらってどういう感じなんだと思って。なっ、ね、なっ、だから暖房つけられるんやなって思った。あれだもん、仲良しだと思ってるのはかきれのだけでそう、ココミウルチョロしと。え、朝と昼にさ、メール、え、今日メールさ、なんか間違ってきて、多分な、レナ2回送ってない、レナ2回送ってないけど、多分スタッフさんも忙しいから多分間違ってもたやと思う、分からんけど多分間違いやんな。うん、いや、マジ空気凍りついとったよな、寒すぎて。そういう感じじゃなくて、始める？うん、うん、始めへんの？まだ。なんで？言っていい？クラムチャウダーにさ、うん、入っとうさ、あの貝殻おるやん、うん、こいつマジいらんよな。え、それが美味しいんじゃん。うわー、なんか臭いし。え、それが美味しいのに。うん、クラムチャウダーです。いる？うん、いる？うん、食べて。じゃあ全部食べ、地味だけ、う
いいよ、使って。なんか、ま、美味しくさい。え、ロシーの、なんかさ、2時間後に同じの来たって。あ、アサリか、シジミかと思った。なんかクラムチャウデって毎回そのさ、あの貝殻の味がして美味しくない。左利きです。貝殻洗い終わるし、最近前髪が不調子。どこが眠い、今日眠ない。雨に疲れた。疲れたよな、なんか地味に疲れたよな、うん、え、この後やる？やらん？練習？うん、帰る？使えるか。4回使えそう、分からんけど、うん、ここ見？食べてくれました、ここみが。イエーイ、野菜だけになった。え、前髪良くないって、ほらよく見たらさ、なんかおかしいね、うん、よく見たらおかしいんです。ん、何の歌？ダウト、ダウト。いや、わかんなかった、ダウトって。分かった。分かったでしょ。ダウトの2番の。え、そうそうそう。2A やんな。そこね。それな、前髪一瞬はしめ、あれけど、今日さ、今日さ、画面がこうやから、ほんまこうやねん。どう？それでも足目。マジで。の前のサビ前のとこ。やんな、うん、でで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 で。あの、自分的に工夫して歌っちゃうんだよね、いつも。ああ、わかる、わからん。なんかその、自分のその時にしてる振りに合わせて、うん、リズム感を取っちゃう。ああ、そういうこと、うん、ででで、みたいな。え、うっそ、昨日足目じゃなかった？え、なんか、レナ的には今日の方が前髪綺麗な気する。昨日、綺麗ではないけど変化がわからない、昨日に比べて。え、うっそやん。でも、最近言ってくるよね、前髪やばいみたいな。誰が？綺麗な言って言うよな、ゴミ、うん、に。今日前髪やばない？いるな、うん、うん、に比べて、ココミは最近、綺麗。うん、うん、切れない。クラムとは二枚貝の意味、アサリやハマグリも。え、え、そうなん？だからクラムチャウダーな。うん、ん？いつもある？ミオちゃん、ああ、始まったらしい。今日会ったよな、うん、ミオちゃんにも会いました。無事会いました。うん、綺麗やって、前髪、うん、ほらやった綺麗やねんって。あ、そっか、右、そっちから見たら右ここ見なんか。おにぎり美味しい？うん、うん、うんです。うん、うん、まだやらないんですか？もうちょっとしたらやります。はい、ほんまに足目なる。なんでなん？ルナずっと足目じゃない、前髪斜めってない。うん、なんでなん、何を言うそんな真剣に聞くなって、うん、ほんまに真剣に悩むねんけど、普通に。なんでなんやろ。え、今日さ、どんなメール来たん、みんな、レナから。ちゃんとメールいったかな。おにぎりでかく見えるから顔が小さい。え、顔ちっちゃいで。うん、こういうとこが可愛いね。かきれなの顔が小さい、ほんとやばい。バカにしてんな。うん、マジでちっちゃいです。いや、ここ見の方がちっちゃい。
4通も送ったっけ。あ、その2通が朝の2通やろ。朝2通来てもったやつやん。でさっきとさっき3通送りました。レナはクラムチャウダー、じゃん。髪の毛綺麗じゃないんですけど今日。じゃがいもうまい、うまいとか言ったかな、おいしい。お母さんに怒られるね、うまいって何みたいな、おいしいって言いなさいって。お晴れのとお連れのとおっつーやった、ほんまに。じゃマジさ、あの送るさ件名がなさすぎてさ、じゃみんなからちょっと応募するわ。え、メールの件名ってどうやって考えとる、いつも適当、うん、え、一緒にやってもらえへん、うん、なるよな、うん、の、うん、どヤッホーとか、ああやるのもヤッホー、うん、言う、みんなからあの応募します、メールの件名。面白い件名あったら、うん、件名かけるのメールでいいんや。あ、じゃあそうしとこう。あ、1回目のヤッホー変えていく感じな、あの個数を、うんうんうん、あそういうこと。あ、じゃあそうしとこう、いつも。けど分かりやすない、あのおはようか、いつ来たい、まあ、時間見たら分かるか。クラムチャウダーもうテロップ書いとくわ。みんな、はい、オッケー、あーうん、そうなんでいいんや。あーそういうこと。え、なんか書き入れなメールとかだけでいいらしい、件名あとか、何何やったっけ、ブログやったら、うん、ブログナンバー何にとかだけでいいらしい。好きなようにしよう。お休みメールってるのあんまり送らんよな、なんか10時まで配信しとくとが多いから。あ、だるまだ、今日何の夢見た、夢、うん、見てない、うん、だから毎日見る。歯がグラグラする夢見た。え、そしたら精神的に疲れた。そうだね。なんか痛かった夢見たの、歯がグラグラして。え、エレナはちょっと前に銃で撃たれる夢見た。食べられそうになるよ。一番やばい。やばいよな、一番きとんな、うん、戦争だよ。やばい、やめて。ニュースとか見たんやろ、なんか寝る前とかに。そうちゃん、やめてよもう。そう、遅れへんねん、10時までしたら。うん、歯抜けるのは自分もよく見るやって。一緒や、うん、何悩んどんやろ。なんか銃で撃たれた気がする、そんな夢も見た気がする。何やったっけ、どんな夢か忘れたけど、ドンってなって起きた。メール送ってから配信するんだけどね。え、たまにメール送ってから配信しそう。え、今日も、今日も。ちょ、マジダイエットしない、やばい。いや、もうここみさ、ここみよりながマジダイエットする、あのするとか言ったらさ、ほんまにさ、細いのにな、それなって言ってくんね。うちマジで太ってんの今。レナもやばい。食欲が増えすぎて。それ、ね、うん。ちょっと秋と冬のさ、境目なかったやん。うん。だから一生続いてもたよな、うん、食欲の秋が。映画見て言ってた、タイムリープのやつなんだっけ、あれ。もう見に行ってるらしくて。え、ちょ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 、もうめっちゃ最高やん。あのあれユリのやつ、あの花が咲く丘でまた君と出会えたらみたいな、知っとる、うん、あれさマジ見に行きたくて、ほんまに見に行きたいね。
見に行きたいねじゃまた見に行こうよ、うん、じゃマジほんまいつ行こう、明日行こうかな、うん、の、うん、明日一人で行ってこようかな、ガチで。いやマジさ、本もう一回読もうかなと思って、もう一回読んでから行こうかなみたいな。プライムでやるくね。え、何やろ今絵になったやつ。あ、そういうこと。そういうこと。あ、本で、うん、映画で、うん、今映画やっとるやつやん。うん、アニメちゃうわ実写化、実写化、実写化されたやつ、小説が。そういう方やばいな、マジで行きたいよね、ここみんって感じ。ご飯食べてるからまた後でですかけらぐらいの年だと倍速で見る。え、どういうこと。あ、アニメとか漫画とかを、うん、それはあるある。クラムチャウダーなんてなんかみんながさ、何食べてんのっていっぱい聞いてくるから、もうクラムチャウダーって書いとこうと思って、先に一人で見に行くか迷っと、予定合えば行きたいよな、うん、てか遊びに行こう、うん、デート、デートしよう、レナと。しましょう、運が、運が、あ、しましょう、しましょう、なあ、ほんまに早く遊びに行きたい。はいフ次は何する、遊んだら何して遊ぶ。プリクラ撮りたい。二人な、二人な。で、リンゴ食べよう。うん、なあ、うん、食べ食べたい。あれは絶対食べなあかん。レナとデートしてくれます。しますよ。まだしてない、うん、え何してんのあなた。そう、リンゴ飴食べに行って、1回3人でココとコミと。美味しかったな。うん、この髪が増えましたそれめっちゃ聞いてほしい。あれさ、うん、あれさ、ずっと前からね、知っとってん。思ってんの知っとったのに、レナじゃないと思っとってん、うん、何この髪みたいな、うん、思っとってここ見に言われるまで、うん、マジでほんまに知らんと思って、うん、ずっとほっとってん、うん、で、なんか誰かのロッカーとかに入れとったよな。何のそしたら出されとってえ、うちの絶対ロッカーに入ったそれほんで、ここみが、ここみが見つけた、うん、で、ここみがなんか着るのじゃないと思って、え、なんなんこれってなって、そこで思い出した。誰がいたんだろうね。え、誰がいたんだろうね。うん、のゆわにあったか入れるの。え、そうそうそう切ってくれる、あ、ゆわ、うん、可能性はある。ゆわとも遊びに行きたいし、うん、みんなと遊びに行きたい。うん、結構大集団じゃない。うん、大集団じゃない、それな、大集団あかんよな。ん、名古屋で大集団あかんやろ、うん、何味する。めっちゃいい匂いする。マジ、うん、クリームソーダ。え、そうなの、なんかフルーツの匂いした。うん、団体様やばいよな。名古屋団体様はやばいやろ、さすがに。めっちゃ目立つと思うよな。うるさいし、みんな集まっちゃう。うん、どこも同じ味だよな。いや、同じ味なんかな、リンゴ飴のお店。うん、違う、うん、こういう前行っとったやん、ブログのやつと。違うとこやろ、レナが一緒に行った、うん、味違かった、うん、違うらしい。リンゴ違うじゃん。あ、まあな、赤じゃなかったもんな、レナら黄色変なやつでした、はい、でもマジ美味しかったよね。うん、美味しかった。音楽公演、夜、夜かな、
レナラの方トレードってもう終わったん？トレードなんかあのキャンセル待ちみたいな遠いお互いに分かる遠いえあ、そうや、前日やそうだそうだまだか、じゃあうん神の宮にも最近やんな、しかもできたの違かったっけん、うん、トレード出てない、なんか10万以上で取ったんじゃないみんな仲いいよなうん最近はうん、いっぱいされてない最近はここ見ておることが多いなんか分からんけどうんじゃあその10枚はもうあ成立しちゃったんやそうなん？うんそんなことあるんやマジか辛っめっちゃ辛いねんけどなんで？最後やからかな分からん水買ってこようかな薄めるためにこういう時に限ってさお茶なんやけどいいやお茶でこれ浅かったいつもはやぶんだほんまに、うん、冷たいもうしてないやばくないやばいそ濃いねあ辛いって言わん濃いって言う聞いてここさ前にさ逆向きめくったやんそこめっちゃ痛くなって絆創膏貼った急に痛くなったから薬塗って絆創膏貼ったうん苦じゅんよ塩辛いあそうそうその辛い始めたの？うん。なんやねん。やっとやっとですか？やったやったかわいい。やっと始めました。みんなココミンファンココミンのところに行ってください。あでも土くるんか。うん。始めたら。ココミン今始まった。今？うん。ちょっと前。始まりました。あ頑張ろう。頑張ろう。うん。今なんで見てきます。あかん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 。ストップ。ストップ。ストップ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こそば。おつみじおにぎりおいしかった。エビマヨです。うん。かわいい。ありがとうございます。エビマヨさんなんですか？ココミンの真似できる？え、できる？言って。え、うちと全然系統違うじゃん、かきれな。え、どういう会話？あの3人で巡り合った時。全部のやつ。あのココと3人で巡り合った時。想像しとって。うん。うちと全然違う。ああ、全然違う。みたいな。すまね。あ、そんな時か。系統が違うみたいな。うちっていうね。うち。そう、うちっていう。うちっていうね。それ可愛い。なあ、リップ取れた。もともとちょっとできないけど。そのりに味がついてるやつです。あ、そうなん。めっちゃいいやん。そう。え？味なしの方がいい？味ありがいい。やんな。うん、いいやん。じゃあ。美味しいわレナのモノマネして。え、じゃレナのモノマネ結構なみんなやってくれるんよ。多分関西弁関西弁やから。仲いいでめっちゃ。系統違うけど仲いい。あやばい。ちょ待ってみんなちょっと待って。なあレナリップどこやったっけ。どこ行ってまた。あった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 。なあ痛いって。で痛い。
それなって言うな。言う確かに言う、うん、言っと言う。にじにじお菓子持ってる持ってます。それなっていう。なんか一応さ、めっちゃ聞いてほしいねんけど、なんか最近さ、なあ聞いて、最近さ、うん、リップの減りがめっちゃ早いねん。塗りすぎてんじゃん。違う違う違う、気をつけて使っとんねん、うん、でも減る。でも減んねん、なんでか分からんけど。何やら12月の写真届きましたか。えれな報告さ、うん、行こうとして思いました。嘘やん、行ってないんだよ。え、12期さ、ソロレーン誰行ったの。レナだけ結局。猫たちが使ったのかな。なんかさ、多分なんかな、見たい最近です。え、今日は早歩きやった、ダッシュしてんの。なんかあのな、なんかあれやな、なんか変ねん。そう、1本目がさめっちゃ早くなくなって、同じやつ買ってんなけど、んでめっちゃ気をつけて、めっちゃ気をつけて、そう使っとんのに、なんかな、多分夏にかぶっとったから、なんか液漏れしてもて、そうよく分かんなくて。え、そうな、マジか。ココミン真面目ですね、レナとは違ってレナマジでさ、定型文とかマジ無視すんねんけど、めっちゃ。定型文、え、定型文やってない、もしかして。なんかさ、みんなやったやん、なんかココやったらドスコイとか、なんかコメントの最初になんかこんにちはとかあるやつのところに、 あ、うん、あれやろ、あるあるある。それをなんか3つまで設定できんねん。でレナな、それやったねんな、うん、そう、なんかレナしかおさんとか、え、そうそうそう、なんかさ、レナ可愛すぎるみたいな、うん、そうなん書いてないかな。え、そう、それをな、みんな押してくれるやん、うん、押してくれんねんけど、レナ無視すんねんどういうなんか無視する。定型文、え、ここ見、定型文はおつみじとここ見、あ、それやん。そう、反応する、ちゃんと反応するもん。もう俺な、定型文消した方が身の安全やわ多分これなあ、うん、反応せんのやったら書くなって感じやし、普通に。そう、自分で作った文やのにって言ったらみんな定型文押してくれる。押したことないです。定型文間違えて押しちゃう、読まんからいいやん、読まんからみんな押して。押せない、定型押してください。おつにじやな、にじにじは定型文押したら負け。嘘やん。え、てかみさ、みんなさ、考える届いたあれなの。たまに拾うな言ってくれん人が言ってくれたら、ちょっと押すだけやけど、押してくれたら、拾う。こんにちはにした。唇もずっとずつ治ってます。唇なんかあったの。え、めっちゃもういつうん、わかる、乾燥するよな、うん、黙れボタン、黙れ定型文。トナカイやっけ、あ、カンガルーか。え、カンガルー、トナカイ。え、今月の写真トナカイ、うん、めっちゃトナカイだった。カンガルー、トナカイか、うん、レナだけカンガルーって言ってもた。トナカイ、虹虹、トナカイ、間違った。トナカイ、だるまも。え、なんかさ、鹿、レナだっけ鹿、奈良の鹿コスプレ。奈良におったよな、なんか鹿の人いる、なんやっけ、鹿っぺくんみたいな何それなんかめっちゃ人面顔みたいな。あ、わかるよ、いるのわかる、わかるよな、修学旅行で見た。なんやったっけ、ちょ、みんな言わんとってよ。言われた、セントくんやそれ、人面顔セントくん。奈良の鹿無理や奈良の鹿も小6以来やってないわ。追いかけてくるよな。
鹿せんべい買っとくか、あれなが、ね、鹿せんべいみんな買って、追いかけるあれなが、みんなのこと。みんなちょっとカンガルーさ来た、写真カンガルー12月だっけ、うん、12月の写真買ってくれました、届きました、届きましたか、届きましたか、届きましたか。なんかさ、レナだけさ買いました報告がゼロなんですけど、ちょっと怖いぞ、これはこれは怖いぞ、ごめんなさい、買ってません。え、嘘やろ、めっちゃ可愛いと思ったんやけど、レナ結構カンガルー、カンガルー結構可愛いと思ったんやけど、うん、まだ来てない、写真買わん人、あかんあかん、言い訳あかん、買うの忘れた、嘘やん、変わってない、意外だけど出品されてない、あ、マジで、もう荒れちゃう、じゃあ売る人もさおらんから、それな、ちょっとやばいな、写真の売り上げゼロ説ある。うん、終わった、アイドル人生終わりました、写真が売れないアイドル。違う、オフショット撮ってないねん、だから、そう、え、オフショット撮った、生写真の撮影の時の1枚も、うん、撮ってないよな、時間なかったよな、え、なんかうち一番最初で撮っていいのか分かんなくて、そもそも、すみません、ワンチャン販売されてないかも、なんか書き入れない、売れねえからこいつは販売しなくていいだろうみたいになって、じゃあみんなさ、化粧品紹介していい、していい、していい、時間なかったん、時間なかったん、撮れよって感じやん、時間なかったん、時間が、みんなさ、あ、来たるインボ限定だね、みなとみらいってなんか聞いたことあんねんけど、みなとみらいって横浜じゃね、ありがとうございます、決勝誰なの、マジなかった、まずまずなかった、しかも選べんかった、全部のやつを京都の修学旅行でやってきた、ありがとうございます、絶対みんな興味ないけどなんかしたくなったから、ほんまにおすすめのものだけ教えるわ、リップステージ、こんばんは、ここにグラビアポーズはしません、100枚もかん、その違い、何よその違い、ちょっと待ってな、オンパありがとうございます、星ありがとうございます、星ありがとうございます、じゃあ使ってみて、あ、待った、あれ忘れた、下地持ってきてないわ、なんか最近なつけへんねん、いろいろ忘れるね、いろいろ忘れる、え、それ絶対買うわ、うん、買いなさい、買う、いつつけさせて、あの、かけらがおすすめしてたハイライトこの前見に行ったんだけど、うんうんうん、わかんなくて結局、え、シントル01 01 01、ね、01やで、分かるやろ、いや3色しかないねんで、もしありがとうございます、結晶もハートもたくさんありがとうございます、ココミのちょ気に、レナがさ買おうと思ったチークやねん、これ借りよう、分かんない分かんないです、分かる分かる、ほんまにかけられたけど、なんかさあれだった、顔が寒そうだった、顔寒そうやんな、キョレナ、プリティちゃん、こんばんみ、あ、わかるわ、え、かわいいわ、でしょ、うん、かわいい、え、発色よない、めっちゃ、え、でしょ、めっちゃ発色よない、それ持ってる、あ、ほんまに、キョレナ、これな、買おうと思って、ありがとうございます、こんばんは、なんか今ピンク系のさ、やつ使っとんねんけど、これも01やで、ゼロ違いのかな、ありがとう、うん、かわいい、かわいかった、あれ買います、あと、そうやね、安いのにいいもんあるばっかやな、何紹介してほしい、何でも紹介したるわ、リップ、そうやね、レナもさチークつけへん派やったんやけど、顔の血色なさすぎて、なんかつけた方がいいことに気づいて、なんかつける工程がめんどくさすぎてつけへん人やったんやけど、プレゼントありがとうございます、そう、無事ココミ好き
そう。そうなんです。そうなんです。プレゼントありがとうございます。ハートも。ファンではなんか迷い中。ファンでティルティルやっけ？ティルティル。ティルティルの。レナはクリオです。おすすめ。そう冬な寒くなんねん。え絶対そうやんな。もうレナずっと寒い顔しとったんね、うん、今日。寒すぎて。鼻赤かった。そう寒すぎて。そう。これマジおすすめやで。分からんけど。います私が。ありがとうございます。私がいますここに。昨日から泊まってますここに。えこれいい感じ。レナ的に。今日のレナはいいと思ってる。ね分からん。なんかさ、SK に入ってからしか使ったことないねんけど、ファンデが。なんか買った方がいいみたいな感じになって買ってみた。あ、目はな、目はこれ一色なくなったんやけど、なんかバキバキになって、バキバキに、え、待って、ここ見せる一緒、本当に分からん、見せ一緒やと思う、多分分からん、ちょっと違うかも。え、そここなんかバキバキに割れてもて、で、ラメが入っとう場所やったから、もう化粧ポーチ中ラメだらけになるから捨てました。ここの場所一色捨てた、捨てた、まるまる化粧紹介、そう、2人で化粧紹介。これマジみんな持っとうよな。うん、持ってない。みんほぼみんな、これほぼみんな持っとう。そう、これマジおすすめ。大丸ありがとうございます。もう最近これしか使ってない。あ、けどラメは違うやつ使っと、ラメだけ違うやつ使ってます。使ってる子多い、これマジ便利ぐらいじゃね。だいたいみんなもう使っとうもんばっかやもんな、うん、安いしね。涙袋は絶対これ。そうこれ。え、涙袋何使っとう？え、なんかジャイシャドなの。あ、そっか、書いとんや。そう、角派と、ハロー。え、ラメは、え、ラメさ、ちょ、ラメ今持ってきてないねんけど、気をつけてないけど、うん、え、ラメはなんか、あの、日によって違う。なんかこういう系つけたり、あのアイシャドウに入っとうラメ使います。パレットのロム&のパレットのラメ使う。え、マジあのラメ可愛いね。レナのラメ可愛いやろ、うん、可愛いやろ、あれマジ可愛い。そう、涙袋、そう、涙袋は、あ、これじゃない、アイラインはこれ。え、涙袋これマジいいよな。マジでいいなあこれ。もう、もう買ってください。もう化粧せんとか関係ない、普通に買って。全員買って、止まんない、止まんない。全員買ってもらって、で、これを書くんですよ、こうやって。だるまありがとうございます。赤、黄色、緑、紫、そうなんや、そんなん言った水色。そんなん言ってるんや。プレゼントありがとうございます。ここにたくさん書くんです。今日は赤は白です。おしゃれでございます。ケイト、ケイト前の目に入って、これほんまにもう買って、みんなが買って幸せになったら買えなくなるやろ。いや、もうそんなん関係ない、買って、買って、買って、ほんまに買って、これ。何気をつけるの？最近フォロワー増えなくなったねやって。エールのフォロワー増えてない、ね、最近全然気にして見てないねんけど、悲しみやんそれ。どうしよう、どうしたら増えるんやろ。みんな助けて、みんな助けて。買っても使い道がない。いや、使うねん、そう、使うねん、使うねん、使ってください、ぜひぜひ使ってください。はい、ぜひ使ってください。スキーウェアみたいな、ぜひ使ってください。スキーウェア懐かしいな。明日はサンタコススタイル。早朝配信、これはまあ別にいいんちゃう。こんばんは。まあ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 、まあ、星ありがとうございます。
そんなんな、もう気にせんとこあれな、気にしたことないけど。うんうんうん、さあちゃんみたいにあんなデビューするとか、え、全然全然。あ、眉毛は、え、眉毛はもうこれやな。ちょ、一緒に見せよ眉毛。一緒のやつやんな。うん、中は一緒のを使ってます。ここ見と、これネタ増えるから。そうね、ちょマジさ、アンダーデビューほんまに頑張らな、やばいわ、頑張るわ。頑張る。え、てかみんなさ、前言ったやん、あのどこやったっけ、レナができひんとこ。愛を僕に。ちょ、みんなやった、ここ。え、ちょ、レナさ、ファンのみんなにここむずいからやってみてって言って。マジで。サンタ眉毛これです、ちなみに。ココミンにはサンタ来ますか、聞いてほしい。これマジみんな使っと。来ますか、来ると思う。今日はいるいる。一色使わんけど、いっちゃん、いっちゃん明日の色使わんよな。うん、使わん、全然使わない。なんなんこれ、ね、何使うの。なんかさ、発色してんのかよくわかんないじゃん、うん、え、それな、何使うのこれ。ここ、もうなんかそばが掘ってるからさ。え、見て、レナも、レナさ、あの2色混ぜて使っとうから、間やばい、それな、間やばい。こんにちは、ホロ、ありがとうございます。ツアコインデビュー、アンダーデビューだよ。いや、そうやねんけど、もうほんまに焦るよな。みんなやった、ここ。来ると思います。愛を僕にのとこやった、やった、やった、やった。あ、ケイト、ケイト、ケイトもいいね。え、リアル眉毛全然ないねんけど、俺にはさすがないの。垣根田に送る、ぜひ自分で使ってください。はい、おじいちゃん好きなんだよ。な、何が、なんかココミが、そう、あの普通にあのおじいちゃん、血がつながってるおじいちゃんとか、そのしおじいちゃんみたいな、わかるね、街中のおじいちゃんとかやろ、可愛いなってなるんやろ。ひふみ、ひふみ知ってる、わかる。やばい、じゃあ聞いたって、それ言ったっけ、レター、レター問題やろ。え、そう、あの聞いた、聞いた、聞いたのことめっちゃ好きになって、ちょ、聞いてほしい。じゃあここ、うん、ちょ、もうちょいでかい声で、あのひふみのことをめっちゃ好きな時期があって、めっちゃ本気で好きで、うん、で、ひふみんの事務所、ひふみんね、ひふみしてるところに手紙送ったの。いや、手紙ちゃん、ファンレターって言わんの、ちゃんと。そう、ファンレター送ってて。そう、え、返信来たんやんな。来てない、来てないやっけ、うん、あの、か、ひふみん、ふにかわいいよな、ひふみんさんが好きですって言うと。え、これさ、マジ 誰がさ、送ってくれとか分からへんねんけど。おつみじいいなぁ、プレゼント。めっちゃ本気で、やばいよな、めっちゃ好きやんって感じ。ウケる。だるまー、だるまだるまだるまー。え、将棋のあの人、うん、将棋か、うん、将棋らしいです。え、加藤ひふみな、うん、加藤、あ、加藤、加藤さんらしい。おじいちゃんが欲しいな、おじいちゃんが欲しいな、まんちゃん、こんばんは。オイリーなっとんだ、前髪。見事やばいよね。なあ。プレゼントありがとうございます、決勝も。ファンレター、ファンレター送ってたらしい。みんな、我らにファンレター送ってね。みんな、レナに送ってね。ごめん、ありがとうございます、ケンさん。送ってね。たくさん。たくさん送ってね。やばいよな。ゴミおもろすぎん、普通に。でも、あの、介護士になった友達がおんねんけど、マジで、なんで介護士なみたいな聞いたね。そしたら、なんかおじいちゃんが好きすぎてみたいな。やっぱいるんだね、おじいちゃんが可愛いからみたいな。やっぱいるんだねってなんな。いや、なんかさ、うちみたいにさ、おじいちゃんが好きだった。そう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 、1月28日まで届きます。そっか、アンダーデビューしなかもんな。アンダーデビューじゃない、公演デビュー。クリスマスまでに公演デビューできると思いますか、私が。できますか、できますか、できると思いますか。え、なんかさ、マジさ、ココハとさ、サータの次はかけれながアンダーデビューかもとか言われたの、普通にウケんねんけど。やばい、やばい、やばい。そんなレベルじゃねえし、って感じ、普通に。
おじさんが好きなんですよ。おじさんが好きなんで。それやばいって。それやばいね。それやばい、やばい、やばい、やばい。髪の毛。これできない人ってできる人がいるっぽい。できるな、これできる。何？できるし、そんぐらい。できない人いるんだよ。何やったっけ？豚の手。そうやって言うん。うん。豚の足。すごい将棋の本を持っています。決勝とプレゼントと決勝とハートありがとうございます。3人目予測しないでください。もう私たちは本当にもうやばいんです。でなあ、3人目予想やめてほしい。うん。もう苦しんでるんです私たちは日々そういうプレッシャーにはい、苦しんでるので予測しないでください、ぜひともなあ、うん、やめてほしいな。え、いつかは絶対するから安心して待っといて。え、はい、このおじさんは可愛い、頑張りま す, ます。でも怖いおじさんもたまにおるやん。いますね。怖いおじいちゃんもいる。あるよな。そう、怖い人もね。プレッシャーも楽しもうよ。まあ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 、まあ、はい。お兄さんもいいと思う。え、どこの振り？え、僕にやん。やって。え、なんでできるの？あ、順番にね。あ、優しい優しい優しい。そうやね。まあけど。暴れてるおじさんおるよな。電車の中で暴れとる人あんま見えへんけどな。決勝ありがとうございます。なんか満員電車すぎてさ、あの多分暴れたいおじさんがおってもそのおじさん的には多分暴れれへんぐらい満員電車やから無理やと思う。もし必要はないかな。必要はない、必要はないじゃない、こだわる必要はない。絶対そう、レナ絶対あっとうわ。そんなんでも欲しいなくんやん。凶器？凶器持ってる？最近のおじさん？そんなことないんちゃう？分からんけど。あ、ほら正解。やば、すごい。え、ちょ、みんなさ、今配信見とん？どこで見とん？みんな。みんな家で見てる？配信。私の配信。家で見てますか？みんな。水のナイプル、意外とダンスの振り難しいですか？意外とむずいよな。何が？水のないプール、うん、意外とむずい。それなかもな。あ、そうなの。ん、それなかもな。そんな若いの、うん、ここで見てるかなって言えない。なんでだよ、なんだよ、どこなんだよ。頑張ります。体育館なんかスポーツしとんかな。で、職場ね、なるやのに大変やな。いえ、おじさん、じゃあみんなさ、マジで、あの今、ボークニーの振りやってほしいな、うん、ほんまにできひんねん。ほんまにできん、それもいいじゃん。ダメだよ、ダメだよ。なんでできるの、ここみ。え、ちょっと、え、いや、もう一回。なんかおかしなんねん、レナやったら。なんで？お母さんみたいお母さんにも言われんねん。ほら、今顎出てる、顎出てるよ、レイさん、レイさん顎出てるって言われるえ、難しいやろ、やってみた。え、ちょ、やっと人かわいいやってみたらしい、レナのファン。やばいね、もう5人やったらしい今めっちゃ面白いってこれ。もう6人やってみて、ちょっとみんなやってみてください、ぜひ。めっちゃむずいから。そうそうそう、 S の、いや、歌声って言わないよ今。それな、歌声って言わんよな。じゃあ、レナらカラオケ配信してない組やからちょっと歌レベルさ、どんぐらいか、じゃあみんながちょっとあやつ、なんていうの、ちょっとあれやってきと、
吹き元の元が違うんですね。やったらやったで笑われるのひどい。足がどうなって、そう足がな本物やったら足がやるわ。寝てるかできないな。やってないんかい。やってないんかい。ジダウトめっちゃ好きなんだね。ジダウト結構いい。あの落ちサビがいいよな。うん、わかる。あそこめっちゃいい。わかる、それわかる。ダダ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 ダ。なー、来た、ここね、わかる。一緒ですね、みんな考えてることは。はい、一緒です。大変、頑張ってね。昨日雪降っとったよな。そう、あの名古屋、兵庫は降ってなかった。気をつけて帰りなって言われて帰ったよね。そうやな、降ってたけど普通に。自分も寒かった。劇場に行った気分。え、名古屋降ってた、雪降ってた昨日。うん、え、そこまで降ってない。新幹線遅れるほどは降ってないかな。そう、そうなのです。けど普通に降ってたよな、うん、の冷たかったよな普通に。竹谷の寒いって騒ぎながら帰ってきたもんね。めっちゃ寒いな、二人で。まあまあ寒いだけじゃないけど。な、いろいろ騒いで帰ってきたな。そう。耳出ししっくりくる。アンテナいいよ。コミの耳マジ。アンテナいいな。わかる。アンテナからの制服の目めっちゃ最高じゃない。わかる。あの絶対やる。もう昨日と同じ話やん。デジャブ、デジャブ。さんね、確かに、あここら辺いつもふっと結婚してきるともありがとうございます。そう、また戻ってきた。何回やろ、わからん。わかんない。いや、ほんまは昨日今日泊まってよかったんやけど、そう、荷物持つ前、荷物持つ前というかもう家出てたから。トコジラミ、トコジラミ、トコジラミ。え、もうやめてよ。うん、焦るやん。トコジラミやめてよ。てかもう冬休みからしい。もうなんか学校行ってなすぎてずっと冬休みって感じ、感覚。テスト終わってから1回か2回ぐらいしか行ってない。ヒロインからそれか。そうなん。それで行こうじゃ。今夜もちょっと使われちゃう。そうやね。一泊でもホームシックなるからあれな。ホームシありがとうございます。おつにじ。かわいいんですか。一泊でも嫌なんや。ほんまに嫌や。ちょ、なんかあったらここミンチ泊まるわ。うん。あのめっちゃいいと思うそれは。ほんまに？うん、泊まらせてくれる？泊まらせてくれる。あ、ほんまに？じゃあ事務所にあの着替えだけ置いとくわ。なんかあったら泊まる。そう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 、それ必要。それで行くわ。うちなんかも別に切れるもんね。確かに、うん、それはそう。学校行って掃除させられて怒られるだけやし。そうやね。一曲の詩人は衣装3枚かさ重ね着ろってよ。詩人ほんまに、うん、熱中症なるてね、極寒でも。こんな寒いけど熱中症なるて。ご飯絶対美味しい、ご飯だから。なんかレナと一緒に夜ご飯とか食べてくれるときにいつもお母さん大丈夫って言うねんけど、大丈夫って言ってくれる。大学はね、ほんま、あ、あるようなってないようなもんみたいな感じ、ね、優しいよな。優しい、優しい、優しい。ご飯も楽しみにしとくわ。うん、あのうちのママのご飯めっちゃ美味しそうなんだよ。メールで見てる。美味しそうって、美味しいやろ絶対。めっちゃ美味しいんですよ。実家帰りはかけれなだけよ。そんなことない、絶対家に呼びたくないもんって言われたんやけど。見てみて。トコジラミについてる。かゆいですか。かゆいですか。なんでレナちょっと悪させえへんで。だって寝るときだって静かに寝るし。こんばんは、どうですか、こんな私、こんな私どうですか。破れてありがとうございます。なしですか。
確か。うるさいじゃん。サイリーもありがとうございます。いやいや、じゃあ静かにしますよ。静かに。お山座りでおります。お山座りでいたいと思います。家族とかが仲良くしてくれそうやけど、あ、仲良くしたいな。マジさ、なんか友達にとか泊まりに行ってもなんかずっと家族と喋っとう感じ。家になんか読んだら隣から苦情が来る。緊張しよう。来てほしい、ぜひと。2時、猫アレルギーなん？猫アレルギーだよ。ガチの？そう、ガチ。え、ほんまにレナ通って大丈夫？え、全然。うっすやん。から味濃くないってここみママに言わんやろ。まずなんか味濃くなさそう。普通に、普通にいつでも美味しそう。でもさ、主婦ってマジでさ、なあ、どこじらみ主婦ってマジでさ、味濃いとかならんよな。うん、ない。そうないね、ほんまにそういうのない。そうです、そういうのないよな。なんかお弁当とかになって量が少なくなったらなんかなる。だからレナも弟にごめん今日味濃かったとか聞くけど大丈夫らしい。こんにちは。4匹、私は見落としちゃった。4匹います。スノーボームありがとうございます。4匹、実は4匹、実は4匹。最高のバランスがいい。そうなの。そうなん、そう最高やん。そう、男の子はな、え、マジさ、野菜炒めとか出した日にはさ、なんか、え、何でご飯食えって言うとか言われんねんで、お兄ちゃんとかに。いや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 、おめえらふざけんじゃねえよってなるやん。もうご飯食べんでいいってテレビで言うねんけど、じゃあ食べんでいいって、じゃあ食べんとってみたいな言うねんけど、でもさ、あの、そういうこと言われたらなんかムカつくけど、その時は。けどなんか見直して、あ、やっぱり男の子は、まあ、野菜炒めとかやったら、え、違うで、野菜炒めにもさ、まだおかず作っとんねんで。え、絶対2つとお味噌汁は作るから、あのスープか。野菜炒めだけじゃないで、さすがに。そう、ちゃんとお肉は一品あんねんけど、お肉となんか野菜炒めとか出したらなんか、え、何この野菜炒めみたいな、ご飯食べられへんやんみたいな。そう、自分で作れよってなるやん。ここにあるのかわいい。そうけど、なんかそれ聞いて、やっぱりちょっと野菜だけじゃあれやなみたいななって、なんかお肉料理2つみたいな結局なる。まあでも言ってくれた方がさ、あれかな。その時はムカつくけど、猫から犬に教えてた。そう、その時はムカつくけど、この袋いいよね。まあ確かに男の子これじゃ足りひんかみたいな。じゃあ何でも醤油かけて。めっちゃウケるやん。え、レナのさ、おじいちゃんとおばあちゃんもさ、おばあちゃん結構味薄いねんな、うん、なんかもうあれ気使って薄くしとんねんけど、うん、なんか普通にさ、なんかおじいちゃんが、あの、うん、これ味がちょっと薄いぞとか言ってさ、醤油とかかけんねん、うん、そしたらさ、なんかそれは醤油かけて食べるもんじゃないわとか言ってさ、ちょっと怒られて、うん、でも醤油かけるから、うん、もう食べないでとか言われと、よく。おじいちゃんが、そう、かわいそう。だからやっぱり男の人ってさ、なんていうん、お肉やん絶対、うん、そうやね。そう、同じやろ、絶対どこの家庭も同じやと思う。そう、だからかきれなはなんかおしゃれな料理とか作れませんっていう。お肉料理しか作れへん、何も作れへん、ガチ。何でも作れるけど何でも作れへん。え、でもかきれなの料理本当にめっちゃ美味しそうなの。いや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 、やめて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 で、あ、ピーマンいいね、ピーマン。こんばんは。こんにちは、はじめまして、インドネシア出身のアグンですやって。ハロー。ハロー。ワン、ワン。ワちゃん。あ、そう。風的やで。どう、止めたくなった。え、なんかあの夏はな。白ご飯食べれへんくなんねん、弟バスケで高校行ったんやけど、そう、夏休みとか一日練習とかあって、なんか猫アレルギーの人結構多いんだよね。多いよな、ね、うん、なんか白ご飯じゃ食べられへんから。そう、やっとん、やっとん、
住み込み？住み込み OK ですか？動きすぎてなんか白ご飯もう残してくんねん、全部一口も食べんと。だからなんかそうめんやったら食べやすいみたいな、そうらしい。だからそうめん朝からな茹でてあげとんねん。やばない、夏はめっちゃ大変やで、めっちゃめんどくさ。そうめん、そうめん茹でるのめっちゃ嫌や。みんなどう、こんな私久しぶりです、誕生日おめでとうございます。切れないやどうか静かに過ごしたいのでガキの来るの遠慮しておく。なんでよ、今やったらあれしたるで、あの一緒に雪だるま作って、あの雪合戦。すごい嫌や。ありがとうございます。じゃあね、今日も可愛いございます。こちらえ、でもな、レナのお兄ちゃんもな、ちょっと猫アレルギー、猫アレルギー気質やけど、猫と一緒にかあの住んどったら治ったで。マジで治るねん、あれって。そうめんすぐお腹すいて、確かに。やった妹、妹欲しい。別にもういらんかな、もういらんな。あの12月のうちのメール取ってくれてる人とか、なるほど。雪合戦するほど積もってないんよ。あ、そうなん、ありがとう。あの12月誕生日の人が5人ぐらいで、そうそうそう。え、そうなん、うん、マジ、うん、え、誕生日メールの返信届くの、うん、え、嘘やん、そうやってないねんけど。あからん、書いてくれてないだけかもしれん。来るよ来るよ、ほんまに、うん、でもさ、そのあれでさ、自分のさメール確認しようと思って、うん、なんて言ったか覚えてないから、うん、そうって思っとんねんけど、そう、ちょっとこうへんから。え、横におる人、妹、誰もありがとうございます。妹にする、妹にされそうよ、レナが返信とか書いたことない。え、誕生日メールに返信する人っておるの？返信する人は少ない。猫はココメになれます。久しぶりに転んでしまった、絶対おもろいやん。今日はサーターハムといました。たまにバリ書かれない、引っかかれるってこと？メールの返信、引っかかれる、引っかかれる感じそれ。おめでとうございます。あ、してない、絶対してないやんそれ。あ、みんな返信せへんのよ誕生日。おめでとうございます。返信した方がいいやろ絶対。昨日も誕生日、分からんけど。おめでとうございます。みんなの30日返信はちょっと感動したね。猫アレルギーなの。返信しっかり届きました、感動した。猫アレルギーどんな感じ？え、鼻が痒くなって目が痒くなる、くしゃみ出たり、目が痒くなったりする。え、レナ絶対、レナと絶対おったら やばいやん。え、全然ちゃんとコロコロしてくるからかな。そっか、だからよ、多分気があるとやばい。多分レナんち来たらほんまに終わるで、うん、やばいね、うん、一瞬で多分もう無理やと思う。来週誕生日おめでとうございます。来週回るな、はい、ごめんなさい。こんばんは、昨日洗い子、え、一匹いる、昨日洗い子いる。決勝ありがとうございます。俺遅れて返信せんか、まだ届いてないやつ。え、届いたで、昨日の11時ぐらい返信したの。返信時間、みんなのな返信時間書かれとんねん。そうだから、あ、この時間に返信したいんやとかわかんねん。番号見ときます。ちゃんとそう、わかるんですよ、はい、わかるんですよ。あ、そうか、花粉症みたいな感じだと思う。そんな感じですね、多分バレるやつやで。おめでとうございます。え、多分バレと、え、なあなあ、みんなの返信時間わかるよな。うん、わかる。やんな、エレナさん、なんか届いた時間でみんな一緒なんかなと思って見たら、うん、なんか全然違かったから時間バレてるで、みんな。うん。あ、ありがとうございます、はい、何時ぐらいにね、いい、送ったんやとか思う。え、全然違う、嘘やん、じゃ違うんかな。え、1ヶ月前おめでとうございます。あ、わかるの、2時2時言ってた。え、今日はまだメールの返信してない。え、なんか日による、日によるな。届くのは日に、あの違うけど、そのままリアルタイムだと届かんけど、みんなが何時に回答かは分かる。まあ、それはそう、困らんよな、別にあんま困らんよな。夢の30時返信しようってバレてます。30時ね、昨日の10時前に送ったもん。え、だから言ったやん、11時前って言ったやん。あ、11時前、え、レナさっき11時前に送ったよなって言ったよな。10時50何分やったもん確か。ココミンしか
11時50何分の人もっと2の15。え、近いじゃない？何が座席？あ、そうなの？え、ちょ、レナのファンの人全然さ、当たってないねんけど。マジで？うん、なんで？こんにちは。あかんな、怖い。かわいい。ワンパターンちゃいます。最近写真ありがとうございます。こ、結構な、おめでとう。17時って言ってない。ありがとう。言ってない。いや、最近写真やばい。じゃあ今日自撮りいっぱいしとくわ。今日は斬新な写真来たし。こんばんは。え、なんかストレッチしとったねんな、普通に。いや、いない。どうした？足をつけた。ここに？いないよ。おおお、え、それでじゃーん。いった。え、なんだっけ。え、そう、覚えてる。どう始まるっけ。ちゃーん。なあなあなあ、未完全のさ、予告見た？見てよ。見た、横から見た、落ちがつってた。いや、なあ、あれだもん。めっちゃ怖い顔してなかった、二人とも。え、なんかそれな、怖かった。シューズ特定してください、ぜひ。もう買えると思うけど、分からんけど。未完全の動画配信ないね。今日見てよ、ほんまに？って言ってたから早く送れ。あ、ほんまに？あ、じゃあ送ろう。え、マジレナと撮ったリーナさんめっちゃ可愛かったで。ガチ大人っぽすぎるよな、普通に。二人映ってたじゃん。二人映ってた。え、何に、何の話しとったっけ。え、今日指つった、足じゃなくて。え、昨日寝るときさ、マジふくらはぎずっとな、なんか釣り寄った。釣ってはないけど、いた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 みたいな感じだった、ずっと。もういやや。いやだよ。え、なんかな、あの、そんなな、なんかあの、めっちゃ行ったみたいな感じじゃなくて、あー釣りそうやなみたいな感じぐらいで寝た。そうそうそう。お前一緒です。おお、イエーイ、ハッピー。嬉しいです。毎日踊ってるのにそんな釣るのか。嬉しい。マジ釣る、やばいで。ほんまにやばい。多分な、なんか釣りやすい体質みたいなのあるやん。なんかどんだけ動いても、あの、ほんまにマジ生きてきた中で一回も体中釣ったことないって人もおるし。そう、やかきれな可愛くなるもん、ほんま。来年だったら可愛くなっとんかな。今可愛くないみたいな感じだけど。そう、釣りそうってわかる。おいしい。頼むより早く釣りが良くなります。なんか痛そう。あ、痛いやつって電気風呂か。なんで履けてんの。履けてない。履けてない、ほんまに。大丈夫。ハート、ありがとうございます。いや、わかるよな、全長。へえ。あー、お尻。お尻ないかも、あんま。足、足つるよね。足つる、うん、やばい。と、あの、膝上と指、あ、手の足も。うん、なやばい、もう全部やばい、全部。え、今日親指ここつっとった、ここ。寒すぎて、多分と思って。もうね、返信名前入れた方がいい。いや、大丈夫。あの、登録名でちゃんと来てる。だからちゃんと返信してくれてるの分かってるよ。待って、ナイス。背中も分かる。たまに、でもたまにたまにたまに。そんなつらへんな。え、ちょ、待った、なんで。ちょ、レナの、え、ちょ、結局さ、結局さ、レナのさ、カンガルーの写真さ、お尻が悪いかもしれない。ある人おる、心配やで。最近指固まる。え、指固まる。あ、あの、普通に動かんくなる的な、寒いから。指つった。水分不足なのはある。なんかな、水飲むの忘れんねんな。あ、カングルー、トナカイ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 です。血流が良くなります。わかったわ。わかったけど、よくなんねんな。
っとじゃあまた入ってみるわ。ありがとうございます、情報、血流良くなる情報。何買ってくれて存在するのが気になるの。ほんまにさ、写真買ってくれた人おる？あ、でもなんかメールの配信でカンガルー頼んだよっていう返信見たから、皆さんは誰と過ごすの？みんな恥ずかしがって言ってこんだけで、ね、おるってちょ、死んぞこ、死んぞきます。え、明日クリスマスやん、うん、明日がイブ、イブ、あーみんなクリスマスイブ。うん、レナは家族かな、家族やな、うん、友達がバイトやねん。あ、そうなんだ。そうけど24までお母さんが仕事でおらへんから25に家族で過ごそうと思って24に親友とな、そう遊ぼうと思ったけど24バイト入ってもたーって昨日言ってたからどうしようと思って。おしゃれ、ありがとうございます。こんばんは。なんか来てた、ほらほらほら、メールの返信で言ってくれたもん。トナカイ、トナカイですね、トナカイ。そう、親友バイト。え、けど、ワンちゃん分からへん。会えるかな。え、そう、かきれなと練習してたんですよ。そう、練習した、二人で。な。泣きそうになりながら。そう、泣きそうになりながら。でも楽しいよね。かきれながいるとなんかポジティブになれるので。ほんまに？うん。ほんま？あの、なんかめっちゃ元気ない時に面白いこと言ってくれるんです。いやいや、マジでレナほんまにおもんないのにコミがずっとな笑ってくれるだけ。え、マジおもんないこと言うのにさずっと笑ってくれんねん。何言ってんだとか言って。あ、かわいい写真、レナと仲いい、どこねえ、どんな褒められたコミに、コミマジな、ちょっと普通に褒めてくれるから嬉しみ、嬉しみです、嬉しみね、伝説の垣根が褒められました。頑張ってください。褒められた。クリスマスイブか、明日、明日何しよっかな、ケーキでも作るか、明日はケーキ作るか、明後日ケーキ作るか迷うな。明日かな、やっぱり25かでもケーキ作るとしたら。恵比寿橋ってどこ？え、恵比寿橋東京じゃね。分からん、東京ちゃん。一人でも一人で笑ってるかごちゃん元気もらえるけどな、ほんまに。本当はかきれな寂しがり屋、寂しがり屋じゃないで全然。恵比寿橋ってどの？5年で5年5年でレナが一番おもろい。あ、ケーキの寿司、ホールケーキやな、作るとしたら型がホールやから生地からちゃんと作りますね。じゃあほんまや、生クリーム売り切れるな。え、待った、フルーツも買いに行きたい。今日やっととかあるかな。ココミンのカレハも期待したい。今日やる人多いんかな、大阪か。どうなんやろ。え、どうしよう、ケーキ作んのに。とりあえずあの生地焼かなあかんから、生地多分 4,50 分焼くから。そう、そんなんあったっけ。あったよ、あった、あったっけ、ある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 。無塩バター確かね、家にあった気がする。え、生地から作る、そう、生地から作る。ケーキは、ケーキ絶対生地から作った方が美味しいで、みんな。え、なんかケーキ配信したいな、作るけど、もう家汚すぎてもう配信できひ。わかる、すごい。ほんまに汚すぎて。クリスマスケーキ食べます。え、天才、ほんまに、うそやん。でも生地は簡単やん、賞味。そう、明日、ね、明日どうしよう。めっちゃ地方スペシャルに行こう。レシピ、レシピ適当やで、全然。めっちゃ、いや、もうスポンジマジ適当、もうすぐベーってやってすぐチーンってする。そう、それ待った間は何もせへん。生地できてから
そびーってやるだけ。え、生クリームも泡立てた方が絶対美味しいからな。大阪行きたい。できてるのなんか買ったあかんって。もうできとんのも美味しいけど、そう、え、そう、ベーって作んねん、ベーって。そう、見えるところ。ケーキは生クリームしか買ったんですね。うんふん、動画載せれたりするん？え、なのの、X って動画載せれるのね。なら載せれると思う。無理？多分。え、そうなの、うん、無理らしい。ここ見曰く無理らしい。ここ見、もういろんな情報知っとうから。情報っていうか、なんかあの、し、知り、知り、なに、なんかな、あの、知識、知識がすごい。うん、そう。え、泡立て器ある？普通にお菓子よく作るから。写真だけなんかな、どうなんやろ。コスプレするん？え、悩む。え、それな、ないねんけど。なんかサンタさんあったねん、うん、そう、ユニバ行ったことあるから、あのクリスマスに友達と。けどもうどっか行った。すぐなくなるよね。すぐなくなる。マジどっか行った。なんか今シーンも変えないからさ。な、トコさんでな、うん、トコさんのせい、トコさんのせいでな。情報屋さんです。情報屋やねん。ここみ、ここみはシリとか言われとうで。シリ、え、最近シリになんか、あの最近さ、なんか携帯とかいじっとって家でな、なんか眠くなることがあって、うん、なんか急にな、うん、10分ぐらい寝ようみたいな時あるやん、うん、そういう時はなんか「ヘイシリ」って言って「うん、あ、やばいやばい、発動しても大丈夫」って言って、あの15分後に起こしてって言うねん。15分のアラームかけてじゃなくて、うん、15分後に起こしてみたいな、うん、言ったら「はい、わかりました」みたいな、うん、設定してくれる。え、それのな、してくれるよな、うん、自分の方に起こしてって。ママよくやってる。え、ピザ屋さん、サンタさんな、友達バイトしそうわ。聞いてみよう、サンタさんなるのって。そしたらその友達からあの奪おうかな。使ったことない。え、嘘やろ、めっちゃ便利やで。めっちゃ便利、めっちゃ便利。なんかパック中とか、なんかあの8分後にあれしてとか言う。え、タイマーって言う時も言う、言う言う言う。アラームかけてとか、そう言うね。着いたら起こして、やばいやろ。ちょっとなんか怖い。こんばんは。関西弁でも答えてくれる。答えてくれるな。起こしてぐらいやもん。起こしてくれんとか言わんから。でもそれでもいけそうじゃん。並びましょう。起こしてくれんってちょっと言ってみるわ、今日。今日言ってみる。え、使ってない。ほんまに使ったことない。マジ使ってみて。雪。え、そうなんだよね。またね。うんうん、返信がいらない、それは始まったら起こしていけるんかな、それ多分無理やな。9期とかなのかな。いや、振っとんやん。9期とかなのかな。関西弁は、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、出た。実は今日誕生日。え、うそやん、おめでとう。こうしたよね。うん。わかった、うん、イエーイ、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイ、にゃーん。際どい。グレーゾーン。グレーゾーン。はーい、コメント欄のみんなも、やってー。パチ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 。おめでとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。おめでとう。イェーイ。なんか最近誕生日の人多くて嬉しいな。おー、みんなからお祝い。でな、絶対自分が誕生日やったらさ、こんなさ知らん人とか、まあ、知っとる人も多いかもしれんけど、こんなさ、なんかあんま知らん人とかにさ、なあ、みんな優しいよな。あのパチパチされたらちょっと嬉しすぎて泣いてまうわ。泣かんけど。嬉しいね、嬉しいですね。違う、さっきから泣きよけ
うれしみですね。うれしみ、うれしみ、うれしみ。7期受けてました。おめ、おめ、おめ。バースデーメール確認。あ、あれ、iPhone？ え、やめる？ありがとうございます、来てくれて。来年、ね、キレナのさ誕生日までもういつよ、もうまだまだ先やん。その頃にはちょっといろいろできることが増えてればいいんですが、はい、あやくんみたい。それな、なんか友達とかの誕生日の方が嬉しいよな、自分の誕生日より。ちょ、めっちゃほんまに聞いてほしい、マジさ。もう来年の誕生日はみんなさ、マジレナのことさ盛大にお祝いして。マジ去年さ、ほんまにさ、もう誕生日に泣いた記憶しかないもんそう、もう家に帰れなすすぎて、めっちゃ悲しかった。あやくん、ハッキーかじゃ、ハッキー。うん、もう、いい、読みにくいしな。確かに。いや、生誕祭絶対泣かんの。生誕祭って泣くん。顔すごいちっちゃい子だよね。嬉しいや、笑う、笑うんちゃう。イエーイ、おめー。なんか、ハッピーバー。ハッピーバーですね。顔ちっちゃい子がいると思う。ハピバーですね、ハピバー。そう、エモい。ただ生誕ラッシュ、ラッシュですね。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。今ここで会えてるのがめっちゃ嬉しい。レナと、コメントなんで、うちとレナとココミじゃなくて、スピーチ、あ、生誕祭スピーチ何しようかな。誕生日プレゼントでファンになってあげる。お、ちょっとそれまでちょっと消えられへんな、レナ。あの話してたらお祝いしてほしいからちょっと消えられへんな。そのさ、オーディションの時の部屋が一緒です。その時12期誕生日も同じ子3人おる。10期生でやんな、うん、NMB も飲んでたんですよ。早く生徒さんよくない。うん、早く生徒さんよ、盛大にお祝いしたいね。あ、嬉しいね、楽しみ、もう楽しみ。消えんように頑張るわ、誕生日まで来年の誕生日まで。あ、違った、そう、11期生ほんまに、頑張りますね、3人頑張りますね、9月って言ってたな。やめてもろて、やめてもろて、おつみじ。何時今、時間で26分。 OK、頑張ります。頑張りますよ。はい。頑張りますよ。あ、ご飯。え、そうなんだ。3秒。3秒ね、3秒。3秒ね。3秒です。今日のご飯も。3秒ご飯。来てくれてありがとう。眠い。チョコくれたの？チョコくれたの？今日の朝めっちゃ眠かったんやけど、起きんの。え、ご飯も言ってた。マジで、うん、めっちゃ眠かった。おつみじ、今でもあるから、かわいい。嬉しい。家のことゆっくり飲みないと応援するんで、まあまあまあ、そういうのもね、嬉しかったりするよ、そういうのが一番。なんか全然受けてなかったんだよね、自分は受けてなかったし。痛い。髪の毛がめちゃくちゃ絡まってる。え、なんやばいって、絡まりすぎやろ、普通に。昼間では手が回りません。え、ファンになるんじゃない、ファンになるんじゃないんですか。制服の道を全部踊れるの、踊れる。雪降ったえ、それの低血圧やね、なぜ知っとん。あ、朝起きんのしんどいって言ったから。そう、めっちゃ低血圧。そうそうそう、すごっ。やばい、ほんまに髪の毛さ、やばい。え、うちもやばいよ、ほんまにやばいよ。サンタさんにプレゼントお願いしてないな、どうしよう、お願いした方がいいかな。ね、アンさんの繊細になってるとか想像ができない。体温も低い。そう、その前それ。そう、だから朝起きるのめっちゃしんどい。もしうちが浮かせて10キロね、それレナそう、クキュアと話したんだけど、うん、うちがもし10キロで浮かせたとするじゃん、ココミさん、ね、ココミさんって言われたね、ココミさん。それが本当に想像できなく
て。コミンさんやで。今もレナは一人で配信やっとうってことか。ね。やばいです。やばいな。うん。スキーでよかった。そう踊れへんねんそれ。こんばんは。そう踊れへんねんの。まだ中3なんだよ。それな。やばいって。ほんまにやばいです。若っ。コミンさんってなんねんで。コミンさん。うん、できん。ちゃん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 。なあ髪の毛やば。AKB も来てたな。いけたん？いけた。マジで。12期だったっけ？今18ぐらいやんな。じゃあ17だ。あ、17か。分からん。今19、18。分からん。あ、今19期生がオーディション開始しとんか。19期生。な私のさ感じひんよな。なんでここ身が大人やねん、だいぶ多分ちょっともうほらここ身が大人え10期の時本当にブスえ10期の時本当にブスだったいや大丈夫可愛いからいや本当にいつでも可愛いいつでも可愛い大丈夫やって大丈夫、そんなな心配せんでいい。ジュラッキーできたかな。あ、そうなの。17か18どっちか受けてた。へえ。みんな結構受けとうよな。暑い。わかる。な、けど。どういうこと？寒い。寒いけど顔だけ暑い。一番近いとこ分かった。そっか。うん、そっか。一番そう。レナ一番近いとこあれは大阪ですね。NMB ですね。ヒョウ柄すごいよね。そう。ヒョウ柄じゃん。ああ。これはポジじゃなく切れないには負けるけど。可愛いと綺麗どっちが言われたいですか？何でもいい。はじめまして。褒めてくれてるだけな。でも何でもいいよ。受けすぎじゃない結構いろいろうち。坂道も受け取ったの？ん？受けた。どこ？乃木坂。5期。あそうな。5期みんな受け取るよな。うん、でも5期とかマジ何なんて知る感じやったで。マジで。うん。まずオーディションの存在とかまず分からんかったもん。アイドルってオーディションするんやみたいな。オーディションってこんな感じなんや。それ分かる、それ分かる。書類ってなんなんみたいな。書類受からな小さいに会えへんのみたいな。こんな感じ、感覚的に。そういい悩み、懐かしいです。へぇ、10期の時どう？緊張せんくなる？やっぱりだんだん。あ、そうなの？オーディションとか歌とかも。うん。へぇ、なんかイコラのやつもですか。あー、マジ？緊張せんくなるんや。なれるってこと？うん。へえ、すごいな。レナめちゃくちゃ緊張したわ。キャベツやってもた。キャベツ。緊張しすぎて。緊張しすぎてキャベツやってもた。すごくね？ゴミ。やばいよね。いいやん、でも。ここにとどまったんやから。まあね。近いし。近くはないか。でもやっと受かったの。一番近い。うん。うん。助けに来てくれてありがとうですって。それな。いや、私一回ひらめくってた。ほんまに？うん。そうなの？受けてなかった。ああ、そういうことな。でもさ、なんか進んだらさ、うん、次受けようってなるよな。わかる。うん、あの落ちたとしても。うん。で、でもアウトオブの時に、なんか気づいたら、なんかおったから、そこに、そう、で、その流れでわかる。そう、そしたら受かってもった、2回目。あら、あらららららら。そうそう、ニアジュアのやつ受けてました。うん、来てくれてありがとうは、キラにも言いたいことでもあるんだよ。あ、嬉しいね。嬉しい、ほんまに嬉しい。仲良くしたの？合ってる。
昨日一緒に練習した。一緒にっていうか、うん、一緒にではないか。レッスン上一緒に使っとった。何回か受けると分かりやすくなる。あ、それはでもあんま関係なさそうじゃない、うん、多分審査員側の人はこの子が何を受けて何を受けて多分知らんよな、うん、知らんと思う。たとえ最終まで残っとっても多分知らんと思う。分からんけど、レダーはそこら辺。なんてなんてなんて、うん、だからこそ今押せるって。ああ、経験は大事ですね、やっぱ経験大事やな。小5かってことはレナが12ぐらい、 12ぐらい。めっちゃバスケしかやってないわ。真っ黒焦げになって体育祭やっとったわ。すごっ、小5でそんな目指しとんの。もう才能の塊。やっと受かったからよかった。いや、やったんだよ、ほんまに。嬉しい嬉しい。焦げてた焦げてた。体育祭でもあの先生ってやっとったもん。選手先生してんで、体育祭ん2年連続。えな、すごない、選手先生すごっ、先生って2年連続やった。めっちゃ怒られた顧問の先生に。なんか顧問の先生がさ、体育の先生やって、うん、放課後とかになんかあの先生の練習すんねんけど、うん、あー、レナー声がちっちゃいやろ。めっちゃ遠いとこから叫ばれんねん。どこ女女。めっちゃ怖い。女の先生。そうやばいよな。ほんまに懐かしいわ。中学とか、ちょ、暑ない。ちょ、温度少し下げてきます。ハロー。下げんでいいやんまんや。下げていいよ。下げていい？うん、何度ぐらいにしようか。スティーに入ってくれてよかった。マイキーささえてくれてよかった。え？マイキーかな？え？ほら、顔かに。スリーポイント得意やで。シュートは得意やった。シュート。頑張っためっちゃ。1対1とかよりシュートの方が得意。もう今は届かんけど。おらんくなった。出没。出没しました。クラムチャウダーなんか一緒なんねんけど。なんか消しとこう。ありがとうございます。あれ消したのにまた出てた。消去。よかった、嬉しい。それはオッケーオッケーオッケー。それのもシュートしかできてない。バスケの話じゃないか、嫌いな。ポジションはなんかいろいろ。そう、なんか小学校の時はできる子が集まっとったから、おすすめフォワード。中学はビッチさ、めちゃめちゃできてるイメージだった。ああ、ミュージックビデオで。中学はなんか経験の子がおらんかったから、そう、みんな初心者の子ばっかやったから、全部回しながらやってました。でもそんな強くなかった。中学は、小学校は強かったけど、これからもめっちゃ薄い。ありがとうございます。そう、そのおかげで小学校バレた。ここになんかバレた。何が？いろいろ個人情報。全然。マジで、マジでめっちゃいいやん。バスケ やっとかんでよかった。ありがとうございます。スタイルいいかな。身長でポジション結構変更ありそう。ないかも。そんななかった。なんか小学校からな、身長高い子はそのままあんまり変わらんかな。ずっと高かったから。水着のやつとかさ、年齢的にできなそう。え？水着とかさ、年齢的にできなそうじゃない？危ない。ありがとう。え？あ、うち？確かに。それはそう。怖い、なんかあかんかもな、ね、そういうのあるかもな。でも、うん、ありそうじゃない、うん、あるっぽい。あるわ、そういうの多分あるや、あるわ。そう。かわいいよな、うん、衣装、衣装見た、うん、新衣装めっちゃかわいいな、うん、やばい。早いかな。公演終わったって、ストーリー。あ、コミ？うん、コミの短いよな。ねえ、ラストありがとうございます。デジャーズ2怖いねん。
もうこんなん今言っとんの確かにあれやけど、バブダンク配信 YouTube 載るやん。あ、制服ね、制服とか配信 YouTube 載るから。え、でも制服は全然いいね。うん、制服やったら全然いいけどって感じですね。はい、じゃあ、あったかいから眠なってくんねんけど。え、眠なら、めっちゃ眠いねんけど。さっき寝てた。え、いつ？そうそうそう寝そうなるよ。あ、帰宅途中、おっつー、おつにじ、おつにじです。おつにじ、音符ありがとうございます。なん、小学生みたいな。音符ありがとうございます。17番検索したらすぐじゃ出てきた。めっちゃ可愛いじゃん。え、メイクが濃い。いつの17って今回。うん、ああ可愛かった、ここみ。え、可愛い可愛い。え、なんかさ、お披露目のさ、なんていうん、あの12期のさ、うん、密着しそうやん、うん、それ最近見たらさ、マジみんな垢抜けて、あの痩せと可愛くなっとんねん。みんなめっちゃ可愛くなってびっくりする。それ、え、じゃあ、あの12期のさ、あのグルラインのさ写真見て、久々に、うん、みんなめっちゃ可愛いなっとって、ほんまにすごいなって感じ。てかみんな痩せたよな、うん、みんな太ってんねんけど。うちも体重怖くて乗ってないけど、もう絶対太った、もう無理、嫌や、あダイエットしなあかん、もうできひん、食べてまんねんけど、ほんまに。名前すごすごすご、レナアニメ結構好きやからあれかも。ごめんなさい、ちょっと知っとやつあるかもしれん。最近時間なくて見てない。そんな動いてて、なぜ動いとうかな、動いとう、レナら動いとうか、動いとうっちゃ動いとうけど、なんか動いたらめっちゃ食べてまわへんな、めっちゃ食べてまわねん。そう、動いたらめっちゃ食べてまわねんな。大和田信二ほんま、ちょ頑張って、マジダイエットするのやばいねんけどさ、ほんまにやばい、ほんまにやばい、マジダイエットしないやばい。ちょ頑張ってダイエットしよう。こう見合わせんでいいぐらいやねんけど、マジ食いすぎとんねん。え、これガチ、これガチ食いすぎ、これガチ食べすぎ。ケルナ好きなアニメ、エレナ好きなアニメなんやろ。アニメ結構見る。お餅何個食べますか。あ、新年、え、もう今年は絶対食べへん。え、今年1個で我慢する。え、1個も食べんとこっかな、もう1月からあれやから、制服の目やから。え、それ移動中とかさ。え、でも最近はなんか、あの移動中おやつとか食べへん。寝る、移動中寝る、寝る、寝てる、靴下寝てますね。ハズレが引きました、靴下ありがとうございます。え、何の靴下って。え、ハズレか当たりかみたいな。え、ボックスの、うん、え、あれってさ、え、どんなやつ。緑のボックス。え、赤。え、何それ。それな、送られてないわ多分。いや、絶対送られてるって。ほんまに、うん、ハズレとか分からへんねんけど、何それ。こんばんは。そう、移動しとったらマジ。あ、これ食べた。おやつタイム。ズマするなの。ダイエットするって言いながらもう食べるの、それな。でもありがとうございます。ユヒドジュウちゃんのジュウ何色がよく見える。靴下じゃなくて黒に蛍光とかかな、やっぱり。ありがとうございます。何も食べてないって。ハズレがハズレが何も食べてない。本当にそう、めっちゃなんかレア感出てくる。うん、キラキラです。え、けど昔のアニメとかも結構見る。うまい。何食べとったの、もうみんな。え、別にでも蛍光じゃなくても、あのペンライトとかで照らしてくれればめっちゃ見えやすくなると思う。なんか未完全の時そうやったな。ん、あのペンライトとかでさ、うん、あの照らしてくれたらうちわって全然見えるよな、うん、案外見える。へーかーい、ありがとうございます。みんな痩せるの無理ですね。何
だ出ない。ロボットのペンギンの家のアニメすごい。ん？ G のアニメってあの有名なやつ、なんか怖いやつ違うかな。うまっ、1個いる、食べてみて、美味しいから。薬マシュマロじゃない。ありがとう、ありがとう美味しい。たまに酸っぱい。プレゼント外れに来ました、ありがとうございます。何のミシミシに外れて、うん、え、それに外れとかあるの、うん、え、そうなの、うん、よりの靴下めっちゃ喜んでもた。うん、外れないやん。うん、うん、いらんかった。ウレナもマシュマロ嫌い。配給は、配給はなんか1話でやめた。なんでとか、レモンはあんまり好きじゃない。外れなのか、当たりはなんだろう。ウレナ優しいよ、優しい、けど結構意地悪する同期に。 I'm from Japan。 わかる、知ってる知ってる、けど見たことない、そんな。おもろい、面白い。なんかさ、あの服破れるやつやんな、抜きってやって。プレゼントもスラムダンクは何話ぐらいやっけ今。なんか最近見とんねんけど、なんか最近見んのやめた、意地悪する結構。服ビリってやられてるね。うん、わかるわかる。帰宅しました。おかえり。みんなの人とかも出てくるよな。ただいま、おかえり。わかる。だるま。最後まで見たアニメ？え、結構ある。紫、ありがとうございます。完結ってことかな。ニージャパンです。ニージャパン。今でも更新され続けとんのはワンピース。私も。最後に見たね。一旦今は最後まで見と、追いついてるって感じ。ワンピースは女の人対戦何やねん、なんか強そうな女の人、そう、戦えそうな女の人。ワンピース見てる、ワンピース見てんで。今千何歩やん。ワノ国終わりました。ワノ国終わって、今なんかあの世界の状況に気づいてる感じ。鎌倉行ったことある、うん、行ったことある。綺麗よね、あそこ。ドラゴンボールは見たことない。ここ見直し。ルローニケンシン見たことない。見た方がいい、面白い。リメイクするん、くせやん、マジ。もう一回見直そっかな、けどあれ半年かかるからな。決勝ありがとうございます、たくさん決勝。お菓子で断念した、どういうことですか。私のお菓子ってこと。だろうねってことだろうね。ワンピースほんまおすすめ、見たことない人。エビマヨです、見た方がいい。みじみじ美味しい。クマありがとうございます。うん、夜中に起きたんや。呪術廻戦も見る。こんばんは。カンドラも見る。107巻が最新なん。え、嘘嘘嘘。昔の情報。ありがとうございます。あれやん、ここ。何やったっけ。カンドラおもろい。昨日見終わった。今見とカンドラ。もう最近ね、2本連続で見終わってもた。やばい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 。そんなことすんなって感じよな、マジで。クリームシチュー食べてきたよ。クリームシチューじゃ知るな、クラムチャウダーやし。え、レナクラムチャウダーやで。クリームシチューやろ、その方は。
確かに。シチューやん。クリームシチューは、うん、シチューで、クラムチャウダーはチャウダー。そう、うん。クリームシチューの方が美味しそう。晩餐ですね。ギルダいつ寝てるの？いや、レナずっと寝とうで、こう見えて。え、なんかみんなからしてレナずっと起きてるやつみたいになっと。え、ずっと寝てる。ずっと寝てるで。これガチ。カングラのファンとかないな、別に。なんか面白そうやなって思ったら見る感じ。そうそうそう。あれ？まだ6時50分なの？うん。7時に、さっきさ、何30何分みたいに言ったやん。20何分みたいな。うん、7時20何分かと思ってた。キレナね、結構寝てる。休みの日はもう一生寝てる。エビマヨ美味しいもん。夜中から。夜中まあ練習はしそうな。次の日休みやったら練習してる。ジャムだわ、ジャムだって。あ、学校の時？こんばんは。学校の時は結構寝んの早い。うん。もう配信以外寝てる。これ割とガチやな。そう、配信以外寝とんな。多分これも家やったら配信終わって、ヘイシリ。15分後に起こしてって言ってそのまますぐ寝る。で15分以上もう5時間ぐらいそっからぶっ通して寝てまう、多分。ロングスリーパーやね、自称ロングスリーパーそう、自称ロングスリーパーなんですよ私。次の日休みやったら練習する。次の日学校やったら練習せんな。昨日も練習した。3時ぐらいかな、夜中の。そっからお風呂入った。そう、ピザ、ピザマンです。ピザおつにじ。そう、配信の間と間の時間に寝た、この間は。めっちゃ寝た、爆睡しとった普通に寝起き配信みたいになっとった。冬のソナタ見たことない。ちょっと調べとこう。え、冬のソナタ知らないの？知らん。え、聞いたことあるけど見たことない。冬のソナタ知ってる。見たことあるん？ない。何回？何回？サイゼリアの小指のめっちゃうまいよな。めっちゃ美味しいよな。わかる。マジわかる。ほんまにわかる。わかる。共感。わかるでしょ。わかる。めっちゃわかる。ね。めっちゃわかる。エビは足が痛くなる。ヨン様なの？え、そうなん？ヨン様って出てくるの？へえ。アンマンも大好きです。冬のソナタとか多分カンジュンさん多分ね。え、分かんない。ひいおばあちゃんなんか好きだと思う。あ、そうなん。ひいおばあちゃんまだ来てる。すごー。98とかマジ、うん、それで冬のソナタ好きなの。うん、かっけ、かっけ。なんか聞いたことある。え、マジで。レナも梅干し大好きでしょ。言っといて。梅干し好きらしい、かきれなも。違うで、ひいおばあちゃんに。うん、大きい声で言うといいな。冬のソナタ違う、かきれなも梅干しすぎらしいって。そう、かきれな、ちょっとあの紹介しとって。消しありがとうございます。ヨンさんも分からん。全部美味しいよね。冬のソナタの登場人物、登場人物ですか。登場人物ですか。登場人物ですか。サイズ行った方がいいですよ。え、サイズ行ったことない人がある、うん、え、めっちゃ聞いてほしい。あの、この間親友がサイズ行ったことないみたいな、うん、言って連れて行ってあげた。それな、うちも結構いる。やばい、おるよな。なんでなん。いや、安いし。うん、美味しいよな、うん、でも小エビのサラダ、え、マジ小エビのサラダはやばい。なん、一食やるな。ムルガイ欲しい。わかる、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 わかる。かきためでこんな人、うん、かきも好きやし、梅も好き。サイズ大人やろ、言ったこと、うん、そうやん、うん、え、もうほんまか、うん、子供時代損しと、それはマジか。野沢菜も美味しい。辛味チキンも食べる。美味しい。おつみじ。ヨン様の店。ヨン様の店。え、揚げ鶏食べた。え、今日、あの、セブンの。うん、辛味チキン美味しい。地元に店舗、ああ、そういうこと。あ、でも確かに案外ない。レナも地元に。いやエスカルゴ大好き。あ、もう言わんとこ、もう怖いから。うん、書くな、あれ。おいしい。わかる。サイズって案外なくない、でも、うん、
ないよな、案外ないんよ。駅前とかにある。あが、わかる、駅前あるな、ね、ガストわかる、ガストわかる、ガストわかる、ガスト、ガストは、ガストはある、ね、ガストのポテトとか、え、美味しいよな、めっちゃわかる、行こう。サイズといえばホッカッチャ、あいいね、センスいいね、ホッカッチャは。北川景子さんは女優ですね。誰？北川景子さん知らない？知っとうで、神戸やで出身。そうなの？コメデさんのみゆき撮ったらしくて。そう、変装、変装なしで、しかもめっちゃネットニュースなっとった。え、全然関西弁じゃないじゃん。な、違うよな。そういうとこは特定されるから気をつけんと。あ、ジョイフルわかる。全部ぐらいしかないね。そうなんや。わかる。じゃあほんま免許取りに行かない、やばい。車？うん。お姉ちゃん取ってたわこの時期。やんな。乗ってた。そうらしい。変装なしでなんか歩いとって、でレナラがあのマジ学校帰りいつも行くみたいなところを歩いとってびっくりした。そんな行かんけど。そんなには。そうだよね。ライブ前とかライブ後ってガストみんな行く。サイゼリアも行くみんな。うん。ね。うん。行くな、ライブ、ライブアートよく行くよな、オタクのたまり場。うん、レナのいとこも、うん、なんか K-POP アイドルが好きやね、うん、なんやったっけ、なんやったっけ、なんやったっけなんか何が好きなんか忘れたんやけど、ちょっと名前忘れたんやけど、なんかなんかの K-POP アイドル、うん、ちょっと思い出せへん、ね、いつもさ、なんかあの神奈川帰ったら熱弁されんねんけど、うん、ちょっと忘れたんやけど、うん、の、 あのライブ終わりは絶対サイズに行くらしい。だよね、みんなさ、サイズとかマック、マックとからしい。でさ、なんかライブになったらさ、うん、地方の子が来るやん、うん、都市にな、うん、そしたら地方にないその、 あのサイズ、サイズとかってあんま都市、あの地方にないらしいから、うん、で、なんかそれで連れて行ってあげるらしい、一緒に行くらしい。へえ。そう、友達とおたともと行くらしい。それを熱弁されるいつも。ゆだらねちゃんのキャラ、いってらっしゃい。違う、アクスタじゃないね。なんかそのアイドルは多分アクスタもあるんか分からんけど、あのぬいぐるみみたいな、ぬいぐるみ。そうそうそう。なんかメンバーの比率したぬいぐるみ、比率がぬいぐるみみたいな、そう持っとった。それでいつも写真撮っと。セリアじゃなくて。じゃ熱弁されんね。ここがいいんだよみたいな。って言われる。そう、ぬいぐるみやね。そう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 、アクスタじゃなくてぬいぐるみでした。すごいな、すごいよな。だからなんかあの名古屋に名古屋公演みたいな新しくて、名古屋ツアーの時にレナも名古屋おって、でいとこも名古屋来とって、そうけど結局会えんかった。関西弁すごいもんね。すごいって言わないね。浜寿司行ったことないねんけど、逆に行けなくて。大学のとは違うのか。え、違うらしい。ぬいぐるみアニメ系、あ、アニメも好きらしい。うん、アニメも好きらしい。やけどなんか今は、なんか今ってなんか最近はなんか K-POP アイドル、なんだっけ、ちょ思い出したい。セブンティーンじゃない、違う違う違う、何やったっけ、な、なんかな、来るよな、たまに I from インドネシアさん来る、来るよな、たまに、わかるわ、ハローって言うね、レナ。ちょっと忘れたわ、絶対みんな聞いたことある。違うねん、条件ね、絶対間違ってあるやん。いや、アイドルのコンサート行ったことある？ない、バンドしかない。バンド視力は AA です。めちゃくちゃいいです。マジライブ行きたい。ビッグマンと、ビッグマンなんかな、分からんけど、何やったっけ、ちょっと忘れたわ。なんか有名な曲があってん、あの流行ってた、流行った曲に 2,3 曲出た、そのグループ。先に出たとか、そうだったらいいとこにちょっと怒られそうやけど。あ、トゥ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 ってあるやん。あれの人、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 あれのグループが、そうのファンです、いとこは。
はい、ちょっと嫌な練習して動いちゃったからなんか別れキスするやろ。いや、しかし耳たないけど。そう、昨日 MC で撮ったやろ、いい2曲ね、披露しましたが。そう、それ隙間で、どうやったん、いい曲やろ、めっちゃ。でも、レナはあの、そう、こうか、もうもっといい曲あんねん、いっぱい。めっちゃもう曲がね、ほんまに良すぎて。そうそう、それ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 、マジ心の中であのツイート見て、それそれって言っとった。リングライト、何それ、隙間でしてんの。何時間くらい、何時くらいに出てた、ガロク、あ、ガロクしてんの。エレナしてないねんけど何時くらいに出てました。いや、遅めじゃない、多分結構隙間でしてるの。4時間ぐらいやっとったんやったっけ。え、次の日なし。じゃあ、かきれなで出てったんや、かきれなで。そうそうそう、それそれーと思って。セーラーマン見たことある、あるある、映画とかも。どんな話やったっけ。でもなんかさ、え、じゃあさ、かくってもいいんじゃない。なんか隙間しててなんか意地悪な女の人みたいなのおったよね、一人ルーナ。なんかその人になんか魔法の力がなんちゃらみたいな、そんな映画を見た気がする分からん、忘れたけど、そんな感じだった。メールシャミ、水網だった。え、もう全然さ、あのアップルミュージックとか言ったらあかんか分からんけど、ちょっとミュージック系とかにもあるからぜひ聞いてください。はい、あー、そうそうそう、トウモロコシツイート見て時間分かる。それはもう多分リアタイで言ったんか分からんけど、全然煽って、あの丸いライトつけてない、ここ見もない。え、なんかライトつけてるみたいな、ショールーム、うん、つけてる。あ、違う、今、あ、つけてない、今、今やと思う、多分、分からん。え、何回も会ってるならいけそうだけどな。マジライブ行ってなしすぎて最近。 BTS じゃない、何やったっけ名前、何やったっけ、あのグループホーリーやった、やっ て, て, て、あ、でもさ、なんかツイート機能ってなるんじゃん、多分。何時ってならなさそう、気づいた、分からんけど。え、全然いけるって、いけます、いけますって。そう、もういい曲やから。え、聴いたことあったやろ、あの曲1個は、1個は聴いたことあったやろ。もう1個、もう1曲は新曲やねんけど。なんじゃん、好きバレって。そうそうそう、相手に好きがバレるってこと。好きバレ、そう、恋愛相談してる。消し、ありがとうございます。絶対付き合えるよ。違う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 、何、ちょっと脈あり、脈ありか聞いてきたん、脈ありか聞いてきた人がおるん。告白しようか迷うって。うわ、いいやん。明日ちゃう、やっぱ。え、じゃあ明後日やな。25やから。やっぱ、あ、そういうこと、ね。クリスマスやろ、絶対。え、でも2個でもよくない。え、クリスマスやって。本命本命。消し、ありがとうございます。聞いたことある曲の方歌ってくれ。好きだと思います。え？歌っていい？違う曲歌っていい？アイドルじゃない曲。アカペラやったらいい？え、わかんない。え、やめてよ。何歌ったのよ。でも歌ってない、歌ってって言われたから。え、何歌うの。え、サウシー。うーん、知ったよな。何の歌好き、サウシー。何やろな、皆さんガチですか。え、な、知っとう。昨日シンデレラボーイがやっとって見た見た見た、スーパーマンと。絶対あっちも気になってるから。この音じゃないとあかんらしい。ん？この音じゃないとあかんらしい。あれ好き。タタタタタタ。なんだっけサビ。やっぱあれじゃないとあかんらしい。この音？相手もまんざらではない。なんだっけ？思い出して。何を思い出したよね。思い出して。あ、そう、シンデレラボーイ。え、言っていいんかな、曲名。ダメ。あかん、曲名はいいと思う。ああ、もしかして片思いファイナリーのないですか。そう、それそれそれ、その名前ないです。そう、知ったやろ。そうそうそう。え、なんかあれさ、有名だったっぽいけど、あれより結構大量にある。よく言うならそうなんだよね。韓国アイドルはみんな、え、あの韓国アイドルみんな知っとんかな。え、分からん、え、分からん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 。名前聞いたら多分分かる、グループ名。曲名なんだっけ。
サビなんだっけ。タタラタタ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 タ思い出そう、思い出そう、ね、本当に題名なんだっけ。え、待って、サビ忘れた。で待って、思い出す思い出す思い出す。でも好きピューリココミンが大好きだからな。マジ曲のサビってさ、ほんま出てこんくない、うん、もういくらや練習中の曲でもサビ出てこんもん。え、それやばい、出てこんよな、うん、はい、1サビの1サビってない1サビ、サビって何やったっけみたいな、なる、なるよな、うん、そうやね、なんねん、なんでか分からんけど、さっきまで聞いとったのに、忘れる。バイ好き、バイ好き。バラ、ありがとうございます、こんばんは、おつにじ。本当になんだっけなんかダウトが頭からさっきからやめてよやめてやめてハウト死んだ。好きな曲だもんな、ココミの。待って、最初が思わせる。あ、歌ったかな。あかんの、うん、あかんの、うん、ほんまに、うん、あかんの、うん、あかんらしいあかんの。いや待って、おかしい。え、待って、え、歌っていい？即心の強い鼻歌、鼻歌。待ってるのかな。ちょ、待った、思い出して、サビ。え、それはある。でもフルコーラスじゃなきゃ歌ってもらえないよ。え、あ、フルやったら逆にわかんないよ。それ、ストレイキッズ。あ、ストレイキッズ、うん、のファンなんです、いとこは。やるなら全然ちゃうねんけど、そう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 、山田が普通に歌ってる。あ、そうなん、さ、なんかカラオケ設定に、あ、あーせんかったら大丈夫的な。いい思い出じゃなくて、アカペラやったら何でもいいや。いい思い出だったとしても、おー、いい思い出になりそう。セーブリーな態度って2番、結局的に、うん、1番4の、うん、精神的にはいい思い出になりそう。声が聞きたいとか本気に信じ一生さ歌っていいですか。一生 A メロ歌っていいですか。あった。あ、カラオケは制限あるけどアカペラは特にないらしい。でしょ、ないらしいね。攻めよう。カラオケ制限あるけどそれは大事、あ、アカペラは大丈夫らしい。アカペラはいいの。かけねなのいとこがストレイキッズ好き。え、じゃあアカペラはいいの。ほら、たぶんたーんたー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 もう、あのダンス、ダースになっとったやろ。んダースとコラボしとったやん。知らん。サウシーとダースがコラボしとって、そん時の曲やねん。そのさ、告る時の雰囲気え、でもみんな知っとうと思う。知っとうよな、多分。え、でもこの期間のイメージなくない。いや、いや、ほんまに分からん。流行った時流行った2020年は去年ぐらい流行っとったよな。今年か去年ぐらいに流行った。後悔するのが一番良くない気がする。めっちゃ相談してるやん、めっちゃ恋バナ。え、後々後悔するのってめっちゃ嫌じゃない。いや、ね、しかも高校最後のクリスマス、うん、そうなん、うん、へえ。へえ、高校最後、
でもクリスマスはさ、一番同い年だから分かるでしょ気持ち。高校最後のクリスマスで、いや私は高校最後かもしれないですが、あと1年高校があるかもしれないので同じ気持ちにはすいません、なれないです。留年、はい、留年する可能性があるんで。オードリー、え、読んだから、勇気大事なんだ。勇気大事、勇気、勇気大事だよ。2023かも。え、今って2023やんな。めっちゃさ相談乗ってあげたいぐらいだけど、その場面って入れます。うのうのまるで脳内麻痺したよ、しっかりしないときっと他の人え12月のじゃなかった、違うよ他の人たちも同じように分かった、失敗してしまうんだろうな、無意識でもえ、受験終わったの。めっちゃいいよ。受験終わってるって。最高やん。もうレナも早く受験終わらせたい。え、なん、題名思い出せないし、でも。え？題名。私じゃないの、まだ休んで。全然もう変に大したくない。うるさくて。残酷な人。の想像集や。依存の想像集しかわかんない。2番、2番。他曲さ流せたらあれいいのにな。どんな選択しても決めるのは自分だから。けどレナラはカラオケ配信せんやん。自分の気持ちバッて。だからあかんと思います。カラオケ配信した方がいいと思います。自分の気持ちを大切に。けどカラオケ配信有線イヤホンないからできません。有線イヤホンある？あるよ。え、あるん、うん、やらへんの、うん、普通にやりたくないから。え、下手だから。うん、なんか関係が不安になっちゃうのも嫌だよね。結果が悪かったとしてさ、うん、今仲いいんだよその人と。仲いい、うん、じゃあいいやん。コンサート一緒に行ったりしてるけど。でももし振られちゃったとか、あれがむずいね。早く買ってください。はい、うん、うん、いや、ダワイトモード買いなさい。それな、マジやばい。まあ、心にしてほんまにやばいよな。そんなにそのまま必需品、必需品持ってなさすぎてやばい。え、クリスマスは会う約束してんの？明日、公園行くらしい。え、そうなの？クリスマスの、あれか、サータン、サータンたちのな、焦るってやめて、そういうの焦るって。優しくせんでも変になれなくない、冷たくて優しくせん、残酷なの理想の想像集。なんだっけ題名忘れた。忘れました、うん、ちょーん、ちょーん。友達でいるのもさ、でも楽しいじゃん。うん、むずいよね。レナ友達おらんからわからん。いや、ゆっちゃん。あ、もうだ。切れた？その何ここ、あ、もう切れた。あ、それやん、もうやめてよ。切れたんかと思ったやん。それだ。なあ、もうあと40分あるやん。なんだ、クリスマス会に呼ばれてない。そう、かぎるで呼ばれてないね。かぎるで呼ばれてない。ありがとう、なんかさ。それな、あ、もう終わる。あ、もうだ。ありがとう。呼ばれてません、私。どうしたらいいですか？切れなしたい、兵庫県。笑明日何もないような。うん、ない。兵庫ですね。
明日か明後日ケーキ作る。分からん。どっちか、どっちかでケーキ作る。わらはんし、どっちか。わらはんしやばい。え、じゃ今日さ、ここみに絶対話したい話があって、うん、後で話すわ、うん、覚えとって、うん、話すのにってまた聞いてきて、うん、今思い出した。なあやばー、ちょさ、みんな分かる、こう声のめっちゃ外してまんねんけど、でもさ、けどゴミになるから取るか。みんな思ってるよ。ケーキ配信な。え、公演終わった後にさ、うん、告白するのかな。え、いいやん、あの名古屋駅のでっかいツリーの前で言っちゃったら、あれ綺麗やん。目立つでしょ。いいよ、目立って。明日は公演じゃないよ。あれ明日じゃないの。明日はやで。あ、公演に行かないで科学館一緒に行ってくるのって。いいな。え、科学館ってどこ。そうじゃない？大きい丸いやつか。レナも行きたい。ね、この前一緒に行こうと話したよね。言った。遠足で行くみたいな。そう。なんか遠足で行きそうやん。中学校の子たちが。おってんな。そう。中学校の子たちが歩いてて。そう。でそこに交えて。そうそうそう。なんかあのこんな感じで。ソーリーソーリー。なんか遠足行ったよなみたいなな。そう。みんなリップしとってたからその時。それな、後ろついてったらバレないんじゃねって言って、そうそうそう、ついてた、そうそうそう、マイナス30度あるらしい科学館。じゃあさ、いいな、プラネタリアムもある。あー行った。え、なんか同期と行きたくて。そうなの。そう、レナがずっと誘っと、見るたび、え、絶対行こな、絶対行こなみたいな、絶対行こうって言うと、プラネタリアムとか見に行こうって言ってたのに。ロマンティックじゃん。遠足で行った、いいな。明後日って何。遠足でどこ行ったっけ。何だろう、覚えてないわ。あ、水族館行ったかも。25って何。どこ行ったっけ。 25? 25って何。本命やん、クリスマス。みんな学んだから、昨日。25が本命らしい。25って、うん、サータンたちのじゃないよね。うん、明日、うん、明後日コール30度コール。 K2 で行ってよくない。今日も K2 コールだったよね。うん、でも K2 公演終わった後会いに来てくれるって絶対好きじゃんね。うん、いい、いいと思います。え、だってさ、いいに一票。何がいいねんって感じだけど、会いに行こうって。え、ちょ、めっちゃおもろいこれ。ちょ、みんな見て。ちょ、見れへんな。え、絶対好きじゃん。イルミネーション行ってみては。やって、あ、イルミネーション行ってみては。だって名古屋駅にさ、菜花の、菜花の里やって。行きたい行きたい行きたい。え、一緒に行ったんでしょ。え、イルミネーションも一緒に行ったんだよ。明日も行くつもり。絶対好きじゃん。もうあかんな、それは。コール前。え、だってさ、クリスマスでさ、2日間会えるんでしょ。イブとさ、イブとクリスマスどっちも会えるんでしょ。あ、そういうこと。25本命やけど、今年25平日らしい。え、24だから24が本命みたいなところらしい、世間的には。え、24と25どっちもさ、会うことが絶対好きじゃん。思わない。好きじゃない人と会いたくなくない。うん、ね、えな、家族が好きすぎるから家族とおります。あと友達おらん。そうかね。今でしょ。お茶振るやつの気持ちマジ分からんねんけど。大阪はあってよ。家族じゃん、もう。お茶振るやつさ、マジ意味わからんよな。でもお前やんって感じやけど。痛い痛い。それもうのろけ話やん。やって、のろけないでください。やって、振っちゃう。振るやつちょっともう理解できん。でもさ、そしたら次の日クリスマスでまた会えるわけじゃん。それめっちゃ、お前の返信をさ、ここに送りかけた。でもレナもたまにある。なんかあの変換ミスとかでマネージャーさんとかにあのお疲れ様ですってやろうと思ったら、お疲れみたいな。ここ見おらんかったっけ。ここ見おらんかったっけ。レナ
マネージャーさんにお疲れみたいな送って、急いで送信取り消してお疲れ様です。え、知らない、知らん、お疲れみたいな送ったもんね。やばいよな。あ、エコの名前オッケーオッケーオッケー、なんもない告白キャー。本当に告白キャーだよ。ブログ止めるの間違い、どういうことやろ。ドキドキだね。あ、ブログ上げられへんとか。ドキドキだね。お疲れみたいなやってもて、変換にお疲れ様ですってあんねんけど、それを押すの忘れて、そう、不足変換リセットするの。え、それめっちゃ嫌じゃない。なんか次の日から慣れなさそう。普段どういう感じで変換に助けられてる、接してるの。よく間違える、確かに間違えるというか、忙しいスタッフさんも、なんか友達乗りみたいな感じなのか。ブログ上がったの見た、イエーイ。ーイ、目の内容忘れた、どんなんやったっけ。待った、前髪今日もはねと女子っぽくさ、そそでここの前髪さ、いつも跳ねとるの、あれなの。ちょっとあっちも、まあいいや、跳ねさしとったろ。指の先だけ言ってない。え、あと嬉しい時ギューしたりしてんの。やばいやん、やばいやんって言って。いや、やばいやん、それ付き合うよね。うん、それあるじゃん、なんか海外の人方針でさ、あのなんかデート行って仲良くなったらもうカップルやと思っとんみたいな。そういうことね。あ、そう、そんな感じじゃん。なんかさ、告白とかあるのって日本だけらしいで。そうなの。うん、でもカンドラにもたまに出てくるけど、わからん。カンドラもなんかいつの間にかより戻しとったりすんねん。いや、いつもより戻してみたいな、別れとったやんってレナは突っ込みたくなんねんけど、そうあるらしい、違うらしい。内容もたまに写真だけ、写真だけ、写真どんなんやったっけ、何の写真やったっけ。その人は過去に恋愛とかしてたことあるの。今日新幹線でめっちゃ爆睡しとったんやけどさ、どうやって寝とったと思う。普通に机にこうやって寝とった。みんな乗ってください。え、そう、パッツンにしたいねんけど、うん、そう、ラブレター、パッツにしたいねんけど伸ばそうと思って、ちゃんと答えて伝えてほしいタイプなのか。そう、そうやねん、やのに伝えてほしいタイプやねんけど、なんかみんなちょっと伝えてくれへんから、そう、ファンじゃないぜとかみんな言ってくれやろ。そう、みんなちょっと遠回しな感じやからさ。そうやねん、そう、本当に男は狼とプライドだからな。ピカシにすごい合ってるよ今。聞いてみてほしい、狼とプライドめっちゃ合ってると思う。前年の前の人がいつどうぞしてくる、もう泣いたくなるよな。そうそうやね。たまに出る犬の写真、ブー太郎、ブー太郎かな、ブーちゃん。友達に言ったか、そうやねん、ほら、そういうな、遠回しに。そういうな、遠回しに、ほんまファンやのに、そうやって遠回しに言ってくるから。犬いつも横顔、ね、嬉しい、あ、横顔しか撮らへん、ブーちゃんは。ありがとうございます。コミの恋愛相談室いいね。鼻長いからそれを撮ってま、あ、鼻長かわいいと思って横から撮ってま、言葉で伝えるならコメントしすぎてファンです、じゃあダメだな。それで言ってよ、そうやって言って。そんな方すると首痛くならん。え、ならん、爆睡できる、引きまくろう、爆睡できる、めっちゃ盛り上がる。今日の内容いいね。友達にファンじゃないですって伝えなきゃか、逆にファンじゃないですって伝えたらファンですって言っとって勘違いされるから、レナにファンじゃないですって友達に伝えてみて、みんなストレートじゃなくて遠回しに しちゃうようなこと、あれにしよう。あれは遠回しもストレートに言ってもファンではありませんので、ちょっとストレートじゃなくて遠回しに伝えてみて、遠回しに気づくかな、かきれな気づくかなぐらいの感じで、ニュアンスで。そっちの方が気づくかもしれん、逆に。じゃあ見て決めるわ。なるほどね。
みんなのセンスが問われるここは。難しい、難しいな。まあ欲しい欲しい。しかも16の好きな数字を3つ教えてください。うーん、3、10、5、3、5、10。なんでか分からんけど、いや、ちょっと覚えてないんですよね。あ、嫌やな、全然調べてくれてないやつで嫌や。友達とか欲しい。遠回ししすぎやな、星は。星やったらちょっと分からんから。遠回ししすぎやな。3と73つやで、3つ。あともう1個は2分の記念日で使う数字や。高校だ。12月24。高校3年生です。え、あ、そういうこと。馬、馬な、馬、馬走るやつ。え、ごめん、どうしよう。普段仕事でアップにしてんの。うん、逆にね、興味がない。俺じゃファンみたいな。ファンやん。ファンやわ、それ。あ、でも興味がないやから、ファンではないことは確かに伝わっと。うん、興味しかない。うん、興味オンリー。なんか思わせぶりだなとか思った。確かに確かに確かに。そうなの。普段は2人とだけど、昨日も似てる。昨日ポニーしとったの。昨日はポニーテールしてあったらしい。そっちかい。そっちかい。ここみのポニーかと思った。ちゃんとなつじゃに。こま。91にルナのこと大好きやん。ルナのことめっちゃ好きやん。結婚したいほど好き。愛してるやん。めっちゃ好きな人おる、ルナのこと。めっちゃ好きやん、それは。伝えるの大変やな。あ、わかんない。確かに。やっぱストレートか。落ちちゃう時もさ。好きじゃねえ。ありまってさ、兵庫の。意外とむずいよな。遠回しに伝える方が、だから、なんか難しいから、遠回しに伝えられた分、悲しみは深いという、かきれなの。3491にも俺のことめっちゃ好きやん。ああ、みんな。ほら、そういうとこやね、ほんまに。そう、レナが正直になってほしいっていうのは。だって赤と言うの苦手。絶対嘘やん。赤の段苦手ちゃうやろ。得意やろ、得意。うんうん、の、だが、5時間しか寝れん。寝てるやん、ちゃんと。のせを、秘めている。まあ、まだな、ファンじゃないと。負けた、417。負けた、レナじゃなかった。優勝戦、うん、そうだね、そうだね、きっちゃん、うわ。好きな子ならどんな髪型でも。好きやな、レナのこと。苦手のタイプ。アンパンマン。好きやろ。苦手とかなし、苦手はなし。まああ、少し冷たくした。あ、そういうこと。それもある。押して引く作戦。これもあった。押して引く作戦。おつです、おつです、おつです。おつおつです。気をつけてください。外は寒いので。めっちゃとてもいいです。わー、今から外出んの無理。泊まってけばここに。この椅子で、この椅子に、うん、この椅子に泊まってこ帰ろうかな。いない。せやろ、ひどまあ反対、嫌いの反対は大好きやから、まあ大好きってことでいっか。敬語なんだ、いつも。大好きってことでいっか。なんかこういう話になると敬語になる。大変やねんな、いろいろ。でもさ、少し冷たくしてまたカッチが何もさ話しかけてこないとかさ、それはないと思うけどさ。な、寒い、ほんま外。なに、なになになに、じゃあ大好き。なに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 、急に。なに、ほら雪降った、珍しすぎて。雪が降りました。1日、エゴさん
ヤッホー、こんばんは。大好きの反対。あ、そういうこと。そういうこと。大好きは大好きや。大好きは大好き。嫌いは嫌いの反対は大好きで、大好きは大好き。残念。大好きの反対はないです。でもそこはちゃんとさ、あれじゃない。ね、泊まるとね、寒いから帰りますよ。はい。私今大好きなのって言ったことないのに。お？じゃあレナには言っちゃう？言っちゃう言っちゃう。いや嫌いない。シンプルにシンプルに言われた。もう嫌いではないやんな。嫌いの反対好きじゃなくて大好きやからな。まあ嫌いではない。大好きやん。じゃあ大好きやん。じゃあ 大好きしかないやん。どういうこと？49分51秒どういうことだろう。どういうことですか？どういうことですか？中の小好き。わからんわ。今から今。OK。はい、ということで7時半なんで、7時半なんで49分51秒じゃない。ということで下の G あれなんで、はい。ちょっと寒くなってきたので帰ります。帰ります。帰ります。男女見とく。うん。じゃあ毎回34位だけ読んどくあれなわ。男女見ちょっと苦手やから。13位猫の。あ、男の人ですね。泣かないで。男の人おめでとう、34位おめでとうございます。帰ります。あ、みんなもどっかおった。10位は警察官の方。9位は熊の方。ハートを持った熊の方。8位は猫の方。鈴を持った。7位はシナモンの方。6位は緑のウサギの方。5位は歌舞伎の方。4位はレナルームに置くということ。ありがとう、気をつけて帰ってね。ありがとう。34位、そうやで、みんな34位になって、これから。1位はくるくるメガネの方。天井の人おめでとう。天井の人おめでとう。34位の人おめでとう。ありがとうございます。狙ってね。ココミンの男女見がもう終わりました。早っ。もっと頑張ってね、明日写真撮れた、イエーイ。雑じゃないよ。みんな、男女の人おめでとう。じゃあねー。おった、うん。